はいどうも皆さんこんばんは。ちょっと今日遅れてしまいましたけれども、はい、5月5日火曜日、本日は貴重な平塚店から生放送です。パーラー平塚よろしくお願いします。子供の日そうだ、今日子供の日だ、祝日ということでね。はい、柏餅食べるの忘れた。え、何餅？柏餅。あ、そうだ、あ、僕食べましたよ、柏餅今日。差し入れ、すいません、僕食べちゃいました、すいません。今、はい、あのコンビニ行ったら安くなってる。コンビニ行った、あ、そうだ、賞味期限がもうないやつがね、安く売ってるかもしれませんけれどもね。本日はですね、久しぶりのスロットということで、そうですね、お送りしていきますけど、うん、まあ、僕ちゃんとね、あの、お客様にたくさん見てもらえるようにですね、今日タイトル決めたんですよ。うん、何？親分のハッピージャグラーで明日もハッピー。イエーイ。すごいベタだね。いやいや、やっぱね、これくらいのねタイトルじゃないと皆さん来てくれませんからね。はい、ちゃんと来てくれてる。いや、もうたくさん来てくれてますよ。もう今日もね、ありがとうございます皆さん。どうせいつも通りでしょ。いや、そんなことないですけどね。いつもはい、ということで本日はですね、ハッピージャグラーが、平塚店全12台。10台。ああ。10台。あっちにもあんの？あっちも、あ、でもここだけでいいです。じゃあ10台で。ここだけ10台ですね。はい、じゃあ10台を、親分に全ペカさせてもらいます。もうついてるからね。ついてない。ついてないです。そして、課金くんにはゴーゴージャグラーをね、打ってもらって、ちょっとね、まあ、5月5日ということで、まあね、ジャグラーね、の一斉調査とかも今日ありましたから。いや、今日大変でしょ、メダル補充だ。じゃあめちゃめちゃ回数ついてますね今日ね。今日すごいですよ。はい、そんな感じでね、今日ジャグラーをお送りしていくんですけれども、まあ、課金くんがね、もうジャグラーだけじゃ嫌だと、うん、もうダダをこねるので、うん、まあ、ゴーゴージャグラーの先に花火がありますので、その後にビンゴもある。あ、そうですね、だそこまでたどり着ければ、花火とかね、あのビンゴ555が出るまでね。明日でも終わんないですよ。はい、はい、ということでね、お送りしていきますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ハゲはなんで最近放送出ないんですか。ハゲ誰だ。鈴丸さん。なんだ、上にいるよ。そうですね、まあお仕事してますね今ね。はい、はい、あ、8時頃に焼き鳥とラーメン食べてた人も、あ、これ僕ですね、こんばんは。おにぎりは許されそうじゃない。最近寝落ちばっかりだけど、今日は最後まで絶対見る、気になりすぎる。なるほど、最後まで見てください。明日休みですからね。あ、そうですね、もう要はゴールデンウィークですからね。はい、はい、関係ないですけどね。はい、画像出てない。あ、画像今出しました、すいません。親分バーストにタイトル変更ですか。いやいや、変更しないですよ。はい、混ざってる混ざってる。はい、課金くん、たまには放送のことも思い出してくださいね。今までありがとうございました。あなるほどね。末ならば、まあまあ、この辺はね、まあ、最後まで撮っておきましょうか。親分辞めたら関西行くよ僕とかね。ああ、やめてくださいそういうのね。関西見てください。関西じゃない、関東見てくださいね。あちゃんお世話になりました。いやいやいや。さよなら木下さん、今まで上がると社長は辞めないよ。今日はスロットってことです。そうですね、今日はスロット打っていきます。課金くん、刑務所入っても頑張れよ。あっていうね。何したの。やめるやめる詐欺配信ですね。あ、よくお分かりで。はい、ということでね、まあ時間の方がそんなにないの で、 そうですね、今日は全部ペカらせなきゃいけないので、もう早速遊戯の方に移りましてですね、すコメントはちょっと、後に、回させていただきたいと思います。告知は最後にしますか、はい、今やりますか。告知多分後でね、時間余っちゃうと思うんで、はい、そうですね、はい、しましょう。じゃあ告知は後の方でやりますので、今日も皆さん2時間よろしくお願いします。お願いします。信頼な健康なアイリちゃん、ほなら健康タイム、希望の光が見える、健康な、健康な、健康な。はい、ということでちょっとね、今カメラ位置調整しますんで少々お待ちください。さあ、親分もう早速やっていいですよ。もう10台もあるんですよ親分。だって当てりゃいいんでしょ。いやいやいや、まずいですよ、10台全部ペカらせるんですから。あ、そうか、揃えちゃいけないんだ。揃えちゃダメです、もうペカらして、どん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 次に行くと。これあれですか、名前入りは農家、名前入り農家に決まってるじゃないですか。名前入りはダメですよ。はい、あの直接なんか7が揃っちゃうときあるじゃないですか。 あれはもうダメですよっていう。なんでなんでじゃないですよ。なんでじゃないですよ。ちょっとゴーゴーランプ、ゴーゴーランプを光らせるところにこうジャグラーの美学があるわけですからね。そうですね、はい、なるほど、うん、もうちょいかな。
もうちょい引きかな。はい、やるぞー。一台もついてねえじゃん。え、それはついてないですよ。これから親分、これからペカらせるのに何言ってるんですか本当に。はい、引っ張ら、引っ張らない。もうちょいかな。もうちょいしたかな。まあジャグラーなんでね、そんなにもうゴーゴーランプだけ見えてればそんなに皆さん、え、二台打ちしていいの。あ、いいですよ、そら、そんな技術が親分持ち合わせているんであれば。みんなは掛け持ちやめようね。お客様はね、やっちゃダメですよ。はい、こんなもんでいいかな。はい、ゴーゴージャグラー初打ちですよ。お、かぎくはゴーゴージャグラー初打ち。はい、はい、じゃあね、ちょっとね、コメントの方を読んでいきたいと思います。5月5日で、昨日はお世話になりましたってことかな。まあね、そうかもしれませんよね。はい、こんばんは。画面の方は、あ、画面今出しましたね。お世話って一体どこのお世話なんですかね。ゲス側、そうですね。この辺読んだかな。かけくん、オクラホマ店に 55SP ですか。まあ可能性はゼロではないですね。はい、県内だったらいいですけどね。うん、はい、やめ、あ、これ読んだね。つっくんこんばんは。あ、つっくんもね、まあそのうち出てほしいですね。そうですね。はい、かきくん太りましたか。あのね、先日ですね、はい、あの牛丼を何杯食えるかっていうのをやったんですよ。ほう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 。したら3杯半食べれたんですけど、はい、あのその後ですね、あの便があまりよろしくなくて、食いすぎてね、吸収されてしまったがゆえに、うん、太ったように見えてるんじゃないかと、なるほどね、思われますね。はい、はい、はい、かきんくん、いかがですか。たけし君、痩せましたか。はい。あ、たけし君、痩せたんですか、ちょっと。いや、体重計乗ってないよ。あ、最近乗ってない。はい、差し入れ忘れんなよ。もちろんかともぐいしたか。今日は、2人だけ、鈴丸はまたサボりですか。はい、サボりです。はい、なんで声合わせてんですか。そこだけ息ぴったりじゃないですか。かきくん、今までありがとう。スロット好きじゃないけど、あっちゃん好きだから見ようと。あ、ありがとうございます。何、何それ、まだ、まだ何。先生、書いてある、書いてある。500円、500円、500円。ちゃんとコメント書いてありますからね。今日も お願いしたの。いや、俺、まあ、ちょっとだけ。あ、さっきの女性に。あ、さっきの女性ね、ありがとうございます、書いていただいて。もう6日だよ。あ、そうですね、もう日が明けて6日ですけれどもね。はい、うちはまだ、あの、明日も5日なので大丈夫です。あ、そうですね。もう平塚で内部的には明日も5月5日扱いみたいなね、はい、ところありますから、もう明日もね、もうジャグラーシーズンでね、みんなハッピーになってくれたらいいんじゃないですか。はい、お願いします。カキングゴーゴージャグラーは、あの、はい、なんだっけ、ピエロとダブル抽選してるから。あ、そうなんだ。だからピエロ揃えてよ。あ、ピエロ揃えて光らせる。うん、あ、それ最高ですね。見たいですね。逆押しですね。はい。なんてシュールな放送だ。いやいやいや、これを待ってたんでしょ、5月5日にね、みんなね。そうジャグラーをね、待ってたでしょ。あれ、昨日ジャグラーじゃないの。昨日は、パチンコの嘘食い。あ、はい、をやりましたね。あ、はい、なんかあったね、そういうの。はい、まあ、どこもやってなかったんで、どこも入ってなかったんで、関東だと、うんうん、見たことないね。はい、親分の、お腹持ち食べたいです。あ、お腹ね、いいね。カシャモチ買いに行ってくる。あ、食べてなかったんだね。あ、俺も食べてないよ。うん、飲食で働いてるけど、ゴールデンウィークは仕事で終了。平塚の皆さんもファイト。あ、はい、まあね、接客業の方々はなかなかね、やっぱりゴールデンウィークとか、世間がお休みの期間っていうのはなかなか休めなかったりしますからね。ね、これゴードランプ切れてんじゃない。切れてない。親分、今日も言いかかりやめてもらってもいいですか。大丈夫です、切れてないです。しっかり全部光るようになってますからね。はい、あっちゃん今までありがとう。おにぎりありがとう今まで。断蜜は、あ、断蜜の CM 見たかったですか。なんかこっちのね、あのダンスの方がちょっと元気があっていいかなと思うんですよね、個人的にはね。 CM、この CM いい。そうだよね。今日断蜜じゃない。そうですね、まあこの辺をコロコロ変えながらやってきてます。ゴロウコンちゃん、今までありがとう。もういないね。あ、すいません。おにぎりじゃなくて吉江並びでな。なるほど。昨日は、全部設定5だったんですか。その辺はね、ご相談にお任せしますけどね。鋭いし、お鋭い。はい。吉江さん、昼間に競馬やってわんこそば食べてる場合じゃないよ。そうですね。ザ満喫してんなおい。よく知ってるな。たけし君、
急いで早く光らせてってことかな、はい、いやこれランプ切れてんの切れてんな親分ランプは切れてないです大丈夫ですよ、はい、親分圧力遅刻しなかった？いやしたいやしてないよ遅かったじゃあ今日はいつも通り来てますよ今日大丈夫ですよ、8時過ぎまで都内で嬉しそうに焼き鳥食ってたからよく知ってますね本当にだって酒不正もんいや酒は飲んでないんですよ そう、はい、あっちゃんが関西来るなら関西の放送を見ますおありがとうございます食事してたん、してんだぞ変な話すんな課金ああさっきの牛丼のねすいません、はい、本当にたけちゃん可愛いですねと やっぱ相変わらず人気ありますね親分でも光んないんだよね親分10台ありますからね今日、はい、10台頼みますよはい昇竜拳課金くん改め、ふんづまりくんこんばんはあーどうもこんばんは、はい、おかげさまでーはい不調ですアゼックス元気そうだったよ親分あー本当ですかはいあじゃあお店の方にね行っていただいたんでしょうかね、ありがとうございますアテクスはね、あのタウンライト、小田原堺町店にね、移動なされましたからね。そうですね。はい。圧力が焼き鳥食べる話やよ。なんで？所詮対応エルクだもんな、嘘食いね。地獄少女はどうですか、親分。地獄少女良さそうですよ。あ、良さそう。うん。まあ人気も出そうな感じはすると。そうですね。はい。いう感じですね。はい。はいあっちゃん親分が切れてるって言ったら切れてんだよすいません申し訳ないです、親分切れてないですよって言ってみてくださいああ切れてないですよ完全小力じゃないですかそれとなくやってる親分電球、豆電球切れてるでやっぱそうだよねいや切れてないですよしかもこれあのハッピーは多分 LED じゃないですか多分 LED、切れないやつですねこれねはい嘘食いダメな台だったなと、吉尾こんばんはいないですよ、ゴーゴーマリンでもゴーゴーピエロでもピエロでもゴーゴーゴーでも、行けたのに確かに今日ね、まあ、5月5日だからねどれでも行けたよ ね、 うね、うん久しぶりに見に来ましたこんばんはどうもありがとうございます親分寝台情報なんかありますかあのね、うん、スロットのエヴァ、はい、おスロットのエヴァと、はい、なんだっけあれまた忘れちゃったねはいもう決まりましたね7月にあもう7月に決まってるんですねエヴァは6月ですねあエヴァは6月ではい、はい、もう一個はもう一個はエンターライズは何バイオハザードあバイオハザード、はい、こちらが7月に決まったということですね、あじゃあエヴァもバイオハザードも、まあ、両方とも人気のあるそうですね、あの台というか半券なので、こちら結構注目度高いんじゃないですかちょっと楽しみです、ね、楽しみですねエヴァは A タイプですか A プラス ART です A プラス ART 絶対楽しいですねじゃあ、うん、間違いなくこれちょっと期待持てそうですねエヴァ6月かうんまたヤマト出るけど楽しいのあーそうですねまあまあまあ怪しい、まあ、微妙なところだったんですね、はい、なんだっけあの大ヤマト砲、はい、あれがやたら出ます大ヤマト砲がやたら出る、うん、あれは多分ね、はい、出ないとね薬物ですかうん薬物だったかもう忘れちゃったよだいぶ前に、でも多分親分の頭の中であんまり残ってないってことはそういう台だったんでしょうね、そうそうそう、はい親分は豆柴どう思いますかあ豆柴店長ねタウンライトの店長ですねああはいいやまあまあ頑張ってんじゃないですか頑張ってるんですねまあ新店長になられましたからねそう、はい地獄少女ってマックスですかあれ違いますねミドルですね300分の1ぐらいですよね、はいあっちゃんこんな無理なことさせようとするんだからできなかったらあっちゃん罰ゲームだからねいや無理そうだったら僕あのコメントを読まないで全部回しますからね、はい後半になったらペカルマで僕コメント無視して回しますから猪木初打ちしたけどケースだったあ猪木ねねちょっとあれもあんまり長持ちしなかったかなって気しますよねそうっすね、うん、今までに比べるとね今日もカキンくんのタイキック配信ですかいやいや今日もいやいやジャグラーといえばタイキックみたいな流れないからね大丈夫ですよ、パパコリキの声に似てますねあそうですか、はい地獄少女を打つことが最大の楽しみですとまあまあ来週ですかいよいよ地獄少女はそうですねうん導入がね始まりますので結構楽しみにされてる方多いですよねうんまあ前作が結構人気あったんだよね地獄少女はね前作は、はい、あの どのスペックも人気ありましたよね、はい、まあそうですねどのタイプも、はい、アマデジも結構人気ありましたしねうん、うん、ありました、はい私メリー今あっちゃんの後ろにいますやめて怖いから
親分さんは次どこに行かれるんでしょうか、どうでしょうね、じゃあ切れてるかどうか、揃えられるかどうかチェックしてみようか。あ、だよなよね、窓マギのパッチって年内って感じですか親分。窓マギのパッチは年内です。もっと早いですよ。もっと早い確か。お、いや皆さんが質問すると親分の手が止まりますねこれ。これあの雲行き怪しいですよ今日。大丈夫ですか、ね、3台で終わっちゃいましたとかやめてくださいよ親分。ちゃんと調べないと、はいはいはい、あその前になんだ仮面ライダーを出そうと頑張ってる。仮面ライダー、ライダー強楽さんですか。そうですね、ライダーも結構な頻度で出てきてますけど、ストロンガーストロンガー知らないこの辺は初めて聞きましたね私。はい、あまどまに年内ギリギリじゃないですか。あ、年内ギリギリっぽいと。ほう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 。海の情報教えてください。あ、ブラップ、はい、ブラップはマックスでございます。マックスの普通の核燃機ですか、 ST 機ですか。いや知りませんそこまでは分かんないけどマックスタイプだということだけですね。はい、はい、カキンくんかっこいい。バイオ面白ければいいな。もう僕もそれは思 う, う、ね、エンターライズだしね。あの来週の、はい、火曜日には、はい、多分誰だっけ、うん、あ相模原だから、はい、純ちゃん、うん、はい、見てると思う。ああ、なるほど。じゃあ純ちゃんに聞けばちょっと分かるかもしれませんね、まあ、どこまでバラしていいか分からないんで。まあまあまあそうですよね、はいはい、親分愛してるって言ってみて。愛してるよちょっとよかった、声がよかった。まどまぎ2が出るって本当ですか。パチスロかな。パチスロのマドマギ2は話題はあるけどどうなんすかね。今のところちょっとまだそこまでは怪しいっすよね。はい、だってユニバはあのゴッドをまた出そうとしてる。ああ、ゴッドね、うん、はい、北斗は9月ですか。ホップは今2月で調整してるみたいです。はい、親分中志店長どう思いますか中志、はい、ああ、まあこれからですね。そうですねまあまあ新任店長さんですからね、はい、昨日豆柴が散々親分のことディスってたよ。ディスってないよ子供の日で、朝からあそこが公園で、幼児に飴玉配ってるのを見ました。あ、かな、やっぱり危ないぞそれは本当にこの時期はね。今日デビルマンやってきたけど ST 入っても AT 数が少なすぎて笑った。 AT100 でも出玉が1650ってバカにしすぎ。あ、そうそうですね、あ確かにその辺はねあるかもね。ライダーゴールドこけたのにまた出すのか。そうですね、シアラ圧力まだ600分の1の超マックスと聞きました出せないよ今来た時、はい、ストロンガーなのみたいですよ。お世話になりましたって何ですかということでね、まあ、これは最後に発表しましょうかね。強楽、黒海は秋に出るんでしょ。そうそうそう、うん、仮面ライダーと、格闘道んんあトカか。あ、仮面ライダーとかクソどうでもいいから窓マギ、出した方がいいでしょう。まあね、まあ、確かに思います。でもほら開発に時間かけないとクソ代できちゃうからね。その辺はねじっくり時間かけて作ってほしいですね。海のマックスは嫌だな。あ、この辺はね個人差あるね、うん。課金自演オツかっこいいって、親分の愛してるかっこいいいい声、渋い声だったな。強楽またライダーか。強楽本当にやばいんじゃないか、ルパンの自作って、次回作って夏だっけ。じゃあルパンハンドルついてるんですよね。ハンドル、うん、ハンドルってどういうことですか。車のハンドル、どこについてるんですかハンドルが。知らない。あ、台のどっかにハンドルがついてる、うん、いやこれはどうですか。中でもつけるんだったら真ん中。まあ真ん中、真ん中は液晶だよいや、あの液晶の下のあのバン、なんていうか、まあ、いつもならボタンがあるよ。そう、ボタンがあるようなところとかにつけるしかないですよねハンドル。まあね、ウルトラマンみたいに、うん、上についたら困っちゃう。上だとね、ウルトラマン列伝みたいになんか上についてるとね微妙ですからねあれもね。はい、ガロンはまだ何も聞いてないですか。ガロンは今開発中ですね。はい、まあ年内、あ、でも9月ぐらいですか。ガロンは、うん、まあ、9月に出したいみたいですけど、うん、ただ10月になっちゃうかもしれない。なるほど。親分コナンの博士の声優の方ですか。あ、声似てる。博士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 。そうそうそう、コナンっての。そう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 、お、
デビューとは俺は、パパ素敵だわ抱いてわらわら、あっちゃん愛してるって言ってみてください。愛してます、親子の声も好きです、てかそろそろ光らないかなと。今日そういえば光悪いですね。大丈夫ですか。切れてる、電流切れてる開発に時間をかけても芸術大だよ、最後の発表ってことはお知らせあるんですね、はい。キャッツアイはどうですか親分。あ、キャッツアイね、はい、なんか液晶2つでかいのが動きまくりますから。でかい液晶が動きまくる、ほうほうほう。具体的にはどうでしたか。まあまあまあ、あのルパンのためにはね。ああなるほど、はい、まあまあキャッツアイもね、はい、いっぱい入るでしょうね。そうですね、キャッツアイもマックスですよね確かね。そうそうそう、はい。車のハンドル、わらわら、謎、専用筐体ですよねそれ。そうそうそう、そうです、うん。親分、ブランデーグラス歌って、これでおよしを、そんなに強くないのにってやつ知ってますか。知りません、はい。ひたすらの瞑想、ハンドルを押し込めでエンブレム完成したら大当たりですかガラと混ざっちゃってる、ガラみたいなコンロ、的なやつかな。あの、なんだっけ、吉宗、あれ吉宗、はい、吉宗ってパチンコ出るね。はい、出ますね。番長も出るね。え、番長のパチンコも出るんですか。出るね。いやいや、大都も必死ですね、必死今ね、フェイスオブルパン、デビュー、はい、吉宗のあの押し込めはガラスの盤面なんで、はい、楽しみですよ。 あれはちょっとやってみたいですね、はいはい。個人的にはウルトラレバーは好きだぜ。おーおー、フェイスオブルパン、デビルメイクライだっけ、バイクのハンドルついてるやつ。そう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 、右上にねバイクのハンドルついてるスロットありましたよね。うん、あちゃんルパンワンチャンあるんじゃね、ペーパーだから、台が事故るかもしれない。あ、可能性ありますね。僕ね全身しかできないんでね、車のハンドルつけるならイニシャル D 出せよ。ああそうですね。いや、あの BGM いいっすよね。課金君愛してるって言ってみて。愛してる軽っ通常時を配信することに定評のある平塚わらわらいや本当に光んないですね。もう100回ぐらい回してるよ。回してますね。親分が期待してる今後の信頼は何ですか。パチンコで、パチンコ、はい、パチンコはまあラロー、ルパン、はい。いやギフ堂々はどうなんですかね。あー、あのね刑事シリーズね、うん、あとエヴァ、はい、エヴァ10。あー、エヴァも出るんですか。はい、マックスですかね。マックスです。はい、エヴァもパチンコね。セイントセイヤもですよ。セイントセイヤもうなんか大型案件どんどんぶつけてきてるじゃないですか、はい、今年これあのこんだけ10月までに出して、はい、その後どうなっちゃうんですか、ね、いやその後きついんじゃないですか年末挑戦信頼ゼロとか。あ、可能性ありますよね。やっぱその秋ぐらいまでにこう今まで通ってるようなねスペックの台はそうね、そう出せなくなるんで秋ぐらいから。そこまでには餃子の王将もまたなったんだ。なんと、いやそれは僕個人的にはもう俺得情報ですね、餃子の王将。いや僕もあれ好きですよ割と。いやあれはちょっと打ちたいですからね。打ちたいですよ、はい。またさらにスピード加速して出してくれるんですかねちょっと楽しみですね。またモリモリなんでしょうねきっと、あとまあここだけの話ですが、はい、あの CR、はい、緑丼 CR 緑丼、はい、いや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 、ダメだってユニバーサル、そっち行っちゃうそっち行っちゃう、土俵が違うよ本当ちょっとでも今新枠で頑張って作ろうとしてるんですから。あ、そうなんですか、うん、緑丼打つかなパチンコで。まずユニバーがパチンコの時点でですね、これはちょっとハテナマークがちょっと個人的には浮かんでしまいますけれども、まあ、スロッターの方なんかはね結構楽しみなんじゃないですかね、この辺はね。っていうかこのハッピー、ランプ壊れてる。親分それ何回言ってるんですか。隣に移動してもいいですよ。ね、違う台を。はい、隣の台ね移動していただいて、はい、カメラも移動しますんでね。まあ、飽きたんで。はい。飽きたんでって隣行っても同じ台ですよ親分。これ隣行ってもね。これついた。おお、嘘。何これ、嘘。何この嘘みたいな展開。隣行ったら一回転。はい、はい、そしてまた隣に移動しますよ。これまたついたら本当やばいっすよ。いやいやいや、どんだけ引き強いんですか親分。だってついてたもん。ついてないついてない。はい。いやめちゃめちゃ引き強くてびっくりした今。すごい。はい。さあ親分2台目に、ようやく入りましたか。やっぱり最初の台、はい、ランプ切れてんだよ。切れてないですよ。切れてない。押す位置ってすごいですねこれね。はい。まあ、かきくんもね、台、変えてもいいし、はい、あでもかきくんは順番にいた方がいいかな。5台しかないしね、かきくんはもうピエードを揃えてよ。
そうですね、なかなか、はい、出てくれません、うん、ちょっと待ってください、おすいち、母すげーなーと、ちょっと待ってくださいね、どの辺まで読もうかな、鈴丸また休みですか、休みです、新しい AKB の人って出ますか、あ、AKB の人、そうそう、なんだ、ありましたね、あ、それも開発中だと、なんだあったな、お、なんかあるということですよ、情報がね、AKB なんだありますよ、はい、まあ AKB の判決もね、多分しばらく出てくるような気がしますけどね、使っちゃわないといけないですね、そうですね、うん、あれ乗ってないね、はい、今後、え、ありました、ない、はい、ルパンってアマデジにハンドルついてんの、アマデジ、アマデジどういうこと、今後の親分のおすすめは何ですか、おすすめ、はい、な、それはまあこれから出る台で、まあ親分が実際触ったとか指導した台とかじゃないですかね、あー何がいいですかね、うん、自分はあのキャプテン翼、はいはいはい、はい、三世さん、あれちょっとあの、ね、はい、ザロのちょっと大人の事情もありますけどありますね、はい、あの漫画好きだったんですよ、ね、あーキャプテン翼が好きだったということですね、親分、まあ、ただ、はい、ちゃんと作っといてほしいな、あー台をねはい、番長パチに、なるんですね、そうですね、裏でデジモンやってるんでそっち行きます、当たらないし、いやいや当てますからこれから、ウルトラバトル列伝は演出もダメだしレバーもすぐ壊れる最低でした、なるほど、そうですね、鈴丸さん出してください、鈴丸さん上まだいるんじゃないですか、親分新内機でどういう台が増えてくると思いますか、あー新内機でも超タップ編、はい、あれだいぶ増えるんじゃないですか、ああなるほど、うん、課金君愛してるに言い方が変わる、 STQ よりも格演技にしてほしい、ま、吉宗はマックスですか、吉宗はマックスだったと思います、ダイトだよね、はい、もうあっちゃんバック教えてあげるよって下ネタでしたっけしょなるほど、あれ、はい、吉宗じゃなくなってるな、オスド根性ガエル、でおド根性ガエル、あその辺もなんか出てきてもおかしくない案件ですね、うん、あ、吉宗ありました、はい、新枠でマックスですね、はい、マックス、はい、じゃあ吉宗うちも入れる予定じゃないですか、あ平塚店もね、そうそう、はい、トランスフォーマーのハンドルも、なんでウルトラなんですか、あれは同じ型で印刷するからですね、なるほど、お親分チェリー、あーちょっとダメかな、はい、でも単距離じゃなくても光りますよね、光りますね、光ります、はい、餃子打ちたい、餃子の王将一撃1万発バージョンかなシェラ緑のわらわらマジで王将来た、あちゃん重大発表どこか途中でした方がいいぞ、ジャグだとシュールすぎてラストまでみんな戻ってこないぞとそしたらしょうがないですよ、吹いた緑丼、シェラ緑丼って誰需要があるんだよ、花火を打ち上げたら大当たり、ヤッタマンはどうですか、あーヤッタマン、はい、ヤッタマンはねうち入れる予定ですね、おおなるほど、ユニバ倒産フラグか、それはないな、移動した瞬間光ったね、ウルトラバトルは、秋にアマデジ出る噂があるけど本当ですか、ウルトラバトル、ウルトラバトル列伝、はい、京楽さん、はい、オッケー、吉本のアマデジの予定ですよそれどこに需要あるんですか親分、それこそ需要ないんじゃないですか、トランスフォーマーのアマも予定があるんですね、お早いですね、トランスフォーマーまだ出てないのね、はいはい、ウルトラのアマの予定は聞いてないですね、はい、もうマックス機の ST はいいよ、核延期か AKB みたいな台がいいな、おなるほど、さすがやな、モーニングかい、大親分が切れてるって言ったら切れてるんや電球がねスロからパチで成功したのって南国ぐらいじゃないですか、あそうですね、あ確かにそう言われてみればそうかな、親分エアーっていうアニメのスロだかパチだかが出るんですか、エンエアー AIR エアー、あー知らないです、あちょっとわかんないうーん探すの大変なんですよね、AKB は街道をやらないからんやらない感から出るんでしょ、去年の仕事人みたいに、なるほど、コメントを見ていると、あっちゃんは人気者のようですが遅刻したり塩対応なのでどうして人気があるんですか教えてください、それは塩対応じゃないからですよ、エレックの、8番ダイバーっていつ出ますか、8番ダイバー、8番ダイバー、9月ぐらいに今予定してるんですね、アマデジですよ、アマデジなんですね、うん、一種日混合ミドルだよ、エヴァ9の、核延期バージョン割と楽しみだけど導入少なそうだからな、そうあれ売れてないみたいだね、うん、吉本のアマデジ誰得ですか本当ですよね、吉本ドップですよ小当たりなしになるのはいつだっけ、小当たりがなしになるんですか、
戸あたり、はい、あれですよね、プラツ、はい、だ要は10月一緒じゃないですか、10月ぐらいに出る寝台ぐらいからちょっと出なくなってくるかなってことですね。来週の平塚の寝台って何ですか。はい、パキン君の話します。はい、地獄少女、はい、ですね、皆さん待ち望んで、はい、地獄少女2、うん、あとゴーライガン、うん、サセですね、うん、うん、あと大人の事情ですボソッと言わないでください親分。はい、あとはあとね、オウミ3のスペシャルアマ、はい、おー、オウミ3ね、うん、はい、あとはさらば地球よ、宇宙戦艦ヤマト、はい、ヤマトも入りますんでね、ヤマトね、1台だけなんだよ、はい、でも寝台4機種入りますんで、うん、ぜひあの打ちたい方、まだあるよ、スロットが、スロットも入るんですか。あるよ、スロットね、皆さん待望のゴッドイーター、はい、おー、ついに来ましたか、ゴッドイーター、ゴッドやっつけちゃうやつ、そうですよ、ゴッドイーターね、5月11日解禁みたいな、5月10日でしたっけね、ゴッドにかけてみたいなねところで、うん、惜しいんですけどね、そう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 、あ、その辺もね入ってきますんで、ぜひあのお近くの方いらっしゃいましたら気候の平塚ってね、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いいたします、はい、金色のアーマー出してほしいな、あ、金色のアーマー予定ありますよ、あ、あるんですね、はい、ただいつ出るかはちょっとまだ分かんない感じですよね、いや、マックスの金色の前に出すっていう噂があったけど、はい、あっただけでしたね、はい、ちょっとまあ分かんないですね、あ、はい、三世、あと巨人の星を三世がですか、うん、三世が巨人の星作るんだ、これは結構見物ですね、本日のアマもそうですね、はい、8月のお盆あたりにはおお打てるんじゃないかなっていう感じですかね、まあね、マックス出す前に出しとけばみんな耐えますからね、まあまあまあそうですね、はい、あっちゃんもう一回愛してるってゆっくり支えてください、もうね欲張りさんですね、本当にね、最後にしましょう、バチロのモンハンは、そろそろ、新作を出してほしいですね、あ、出るよ確か、あれ出ないっけ、何がバチロのモンハンって 出ませんでしたっけ、バチロのモンハンはなんだあったような気もするけど、まあ出るか出ないかちょっと分かんないですけどね、スロットあんまねないんだよね、あ、うん、モンハン、じゃあモンスターハンターの兄弟機って書いてあるんで、あ、兄弟機、はい、みたいなやつが出る予定はあるということですね、はい、それは打ちたいな、エレックの8番方法、CR 親分、これ当たるのはいつ導入されますか、それはね、あれだよ、2時間ノーマルウッドだけど、はい、あ、そうですね、ゴーライガンの30分前に放送してたノーコンキッドが好きだった、そんなのがあったんだ、ヤマトの役物ひどいよな、どうですか、ははは、大ヤマト法、はい、あまり良くはない、まあ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 ぐらいですね、はい、地獄少女って別スペック検定取ってるんですか、あ、取ってますね、はい、何分の1でライトミドルぐらいですか、ライトミドルぐらい、はい、マイホは小当たりをカウントしないんですけど、小当たりをカウントしないってどうやって決めてるんですか、何のやつ、どうぞ、台で小当たりをカウントする店があるじゃないですか、あれは設定の問題ですね、あ、じゃあ台の配線とかそういう問題ですね、そうです、はい、強楽はガンダムシードと踊る大捜査線はどうなったんでしょうかね、消えましたねその話ね、そうですね、はい、エウレカっていつですか、エウレカは西陣さんですね、はい、パチンコ、はい、まあ、スロットかなこれ、どっちを聞いてんだろう、パチンコじゃない、うん、あ、パチンのヘブンブリッジを開発してますね、はい、らしいです、懐かしいですね、はい、マジか、金物、はい、5月、え、エウレカあったあった、お、ありましたか、はい、7月の後半予定で、もうパチンコ、これでももう通ってるんですね、はい、あ、もう検定は通ってる、うん、あ、じゃあ発売もね、近いかもしれませんね、はい、5月10日、ご年の日なのでパチ屋は警戒するんですか、あ、確かになるほど、上手上手、なるほどね、キカイダーはどうなの、どうなんですか、キカイダー、キカイダーね、はい、1台出ますよ、お、導入予定、あ、あるとい、ね、はい、あれはね、プレミアつく、お、はい、お、カキン君光った、カキン君はいいよ、揃えて、ピエロ揃ったの、いや、チェリー会場ですね、チェリー会場、はい、音楽が今のところないんでね、あ、 BGM がちょっと欲しい、いきます、はい、お願いします、どうせレギュラーでしょ、でしょ、どうせ、多分どうせね、カキン君だから、せい、おー、ビッグボーナース、やべー、はい、じゃあ次の台行きましょうか、カキン君めっちゃ回しちゃった、はい、
だいぶ時間取られたね。なんかおかしいね。え、おかしくないですよ。なんかお客さん、だってさ、営業中で当たらってたみたいな人ってたもんさ。そう、親分の叩きが悪いだけですよ、親分。頼みますよ。これ今僕の打とうとしてる台ですね。はい。すごいですよ、これ。何ですか？ガサ128分の1。おお、ガサ120。あ、今日の、5月5日のデータですね。はい。7973回転。はい、32の30。いや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 、分回ってますね。はい。分かってらっしゃいますかね。はい。うん、親分その情報って公開して大丈夫なんて、あ、これ噂なんでね、あくまでね。はい。噂の話ですよ。はい。まだ皆さん出したって頑張ってるの。はい、そうですね。真面目な感じで愛してるってあっちゃんとカキン君言ってください。愛してる。いやいやいや、そんなこと言われても俺も愛してるよ。このホモ放送やめようもう本当に、うん、勝たなくていいから遊べる台がいいな。まあそうだよね。そうですね、皆さんそう言われるんですけどね、いざ打ち始めると立ち立ってしょう。まあ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 確かにね。だって俺もそうだもん。まあ実際勝てなきゃね、やっぱね、あんまり面白くはないですからね、実際ね。手が当たらないとね、こんな状態でね、もうどうかなってんだよね。親分その台の右隣が1ゲームでペカるよ。やっぱりそう思いますよね。今来た、いらっしゃい、こんばんは。エールカモデルのか楽しみ。不眠症の人はこの映像を見てると、薬いらずで眠れると思うよ。まあそうですね。おめえ、CR 親分2、電球切れてんじゃないはいつですか。いや、本当ですよ。化け物語のアーマースペックいいんですかね。2種類あるけど。あー、1個戻しと3個戻しですね。課金庫おめでとう。5か6じゃねえか、それね。それは来てね、明日打ったらいいんじゃないですか、そう思うんだったらね。スーパービンゴネオの、新作が出ると聞いたんですが、本当ですか。あー、そう、うん、出るんですけど、はい、どんなの出るんですかね。いやちょっと楽しみですよね、うん。ハッピージャグ中押しでドキドキしましょう。そんな時間ないんでね、今日10台ペカラセですからないんでね、すいません。アトロクの力で上にいる鈴丸呼んできてよ。いやいやいや、お仕事中ですからね。親分ガチガチ正論本望だ。北斗無双出るんですか。あ、出ますね、はい、話では。おー、なんと俺だ親分2代目クリア。やばい。じゃあ赤7を狙って、僕が外しておきます。揃えちゃうんでしょ。いや、揃えないです。はいはい、はい、じゃあ親分次行きましょう。なんだ、いや今日よそ見してたら、いやいやいや、ジャグラーあるあるじゃないですか。よそ見してたらペカっちゃうね。いや、じゃあ課金が鳴ったんだと思ったらさ、はい、ああ実は自分の台が鳴ってた。そう、それ僕も一緒に思いました。僕鳴ったのかなと思った。逆パターンです。はい、なんか遠くで鳴ったような気がしたよ。はい、課金くん最後にいい仕事したな。ありがとうございます。最後じゃないよ。待って、課金くんとあっちゃんはできてるのか。当たったりはするけど、日に日にお財布の中身が寂しくなっていくのはなんででしょうか。ああ、それね、気持ちよくわかるね。確かね、はい、諭吉だったはずなのだね。え、なんですか。何、諭吉が、はい、諭吉が入ってたはずなのに、なんだ、青いお札だった。あるあるですよ、それね。はい、親分中押ししてください。はい、スーパービンゴゲロ、そんなん出ないね。化け物語のスロットの情報ってありますか。あー、化け物のスロット聞いてないですね。はい、割とスロット放送って地味、スロットやる人は面白いのかな。面白いですよ。僕はスロット大好きなんでね。あ、そうなんですか。はい、僕スロットの方がパチンコよりは好きですね。どっちかって言われれば。はい、ロト氏なんですか。いや、ロト氏ではないですけど、まあ打ってる、今まで人生で打ってきた時間はスロットの方が断然長いので。へー、はあ、ラスベガスですか。ラスベガスのスロットじゃないです。パチンコ屋さんのパチンコでね。あ、スロットでやってました。ジャグの音が心地よくて眠くなってきた、白目。スロットの法則を教えてください。当たると音がするんですか。まあ音楽、お、あら、あ、俺だ。ああ、親分また光りました。3代目、はい。さあ残り7台、行きましょう行きましょう。楽勝だね。楽勝ですよ親分。まだまだ時間たっぷりありますから。まだ、はい、俺じゃないと思う。はい、ああ、ちょっと外しましょうね。まあこれ絡ましても外れると思いますけど。7だよ、7、はいはいはい、はい、OK です。はい、親分4台目に入りました。いやー、ちょっと待ってくださいかきんくん、頼むよ。何やってんの。
遊んでます。花火までたどり着けないよこのままじゃ。花火打ちたいんだよ、はい、花火が打ちたいんだよ。やっぱり最初の台ランプ切れてたの。切れてない、切れてないですよ。大丈夫ですよ、おかわりしてきます。おかわり、かぎんくんおかわり、やばいよこれ、はい、うるさくないホールでキュインキュインって音むなしいよね。まあまあ、おや、おやぶん、実は隣の台2台回しして、その方が、今光りましたね。ちょっと待ってくださいね。おやぶんのこっち側、はい、こっち光っております。これで、今のところ1台、2台、3台、4台と。なんだ、はい、いいお店だねと。いやいやいや、めちゃめちゃ光りますね。いや、だんだん親分調子、出てきましたね。やっぱり、ゴーゴーの日だからね。なるほど、はい、今日調子よくなってきましたよ、親分。はい、かきんくん、かきんくん、頼む よ。はい、よ。いや、もうピエロとか狙ってる場合じゃなくない。あ、ついたついた。おー、親分、また光りました。はい、親分5台、クリアです。さあ、次行きましょう、次。なんだ、いつも勢いがお店で売ってるみたいな。親分に勢いが出てきましたね。はい、ちょっとコメント待ってくださいね。カメラの移動ありますんでね。これやっぱり最初の台おかしいんだよ。違いますよ、親分。でもあれも光らせないといけないんですからね、最終的には。あれも入れて全部で10台あるわけですから。はい、いやー、だんだんですね、いい見せたね。親分が近づいてきました。はい、親分絶好調。もうちょい左かな、ちょっと待ってね。よっそー、どうかな。はい、何だろう。今日圧力に会いに行ってラーメンおごれって言ったらメンマぶつけられた。だからやってないからね。なんてやつだ。やってないよ。なんだ。チャーシューを出所に貼ったでしょ。いやいやいや、やらないですよ。今時ご年とかいるんですか。ああ、それだね、うん、多分いるんですよ。ああ、世の中にはね、いらっしゃるということですね。おお、おやぶん、さあ6台目来ました。メダルがなくなってきた。はい、そして7台目、はい、行きまーす。いや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 、だって最初からついてたもん。いや、ついてないですからね。はい、ガチですから。もうちょいこっちかな。やべ、メダルだなとなった。あ、おかわりですね、親分。はい、お願いします。はい、はい、すごいいいお店だね。すごいいいお店ですね。このお店なんてお店ですか。気候な平塚です。はい、気候な平塚店です。皆さん、明日ジャグラー打ち来てください。こんなにね、ペカペカペカが光っちゃいますからね。いや、はい、まさに今日の営業中みたいです。あ、そうですね、はい、これが親分の力だと見たか、あっちゃん、見直したか、あっちゃん。いやいや、僕はね、親分引き強いって知ってますからね。はい、いい感じ、親分絶好調、いい店だね。課金、親分の見て勉強しろ。本当ですよ。そのあたりに出たもんもらって換金していいですから、やめてください。頼む、ペカったままで明日営業してくれ。この店なんて店、とつかにゃいい店だね。違いますよ。ハーデスと神々の凱旋、どっち派ですか。ハーデスですね。親分は、俺ロットだ。いいな。ああ、凱旋の方ですか。はい、僕もハーデス派ですね。はい、なんで。だってあれ犬車出ねえじゃん。違う、いやいや、違いますよ。やっぱ犬が一番楽しいですからね、あれ。いや、犬でね、やっぱ200とか300とか乗ったらちょっと嬉しいですよ。ならないだろ。なりますよ、なります。いつもだって50だもん。いや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 、それは大体50なんですけど、まあね、時にはだ、時には狙うならビンゴの方がいいじゃん。いや、ビンゴお金使うじゃないですか。まあ、ゴッドも、ゴッドも使えますけど。でしょ。なんかビンゴでこう上がるふわふわっていうのが 4% って考えると、うん、ちょっときつい感じするじゃないですか、やっぱりね。そう、はい。この台は左下の55が光れば当たりそうですよ。ジャンバリがやってた72時間でどれくらいペカらせられるかの企画をやってください。おお、72時間打たせる気か。どこまでなんだろう。地獄少女だけはマジで期待してるから、財布からありになるまで打つわ。おお、ぜひ打つんだったら聞こうのでお願いしますね。はい、親分と課金くんは圧力が相模原の18歳の女性社員にセクハラしてる件についてどう思いますか。最悪です。最悪です、ね、してないです、してないですよ。僕はね、普通に放送してるだけですからね。はい、聞いていいのかわからないけど、平塚店の1ヶ月の電気代っていくらですか。これはちょっとお答えできないですけどね。お、はい、それは何。一角です。あ、そうなの。ボーナス確定です。あ、ボーナス確定。おお、来ました。あ、次行くの。いいよ、やって揃えていいよ。いやいやいや、え、かけくん揃えていいよ。ペカラスのままで行きましょう。あ、ペカラスのままがいいの。あ、いいならいい、いいけどさ。いや、音楽欲しいじゃん、やっぱりさ。テテリリテテリリが聞きたいんだよ、やっぱり途中ね。まあ、やっぱ目覚めないと、やっぱ。あー、
やだやだすんな。はい、カキンくんも2台目。さあカキンくんは残り3台。何まだ2台なの。はい、そして親分は残り4台。いや3台4台4台ね。はい、ダサいな。はい、残りまだ、1時間10分ありますから、このペースでいけば、まあ、親分のね、ハッピージャグラーで明日もハッピー、これはねもう任務遂行ですよ今日も。はい、楽勝ですよ。はい、初見、あ、初見さんいらっしゃい、ジャグジャグさんいらっしゃい、どうもいらっしゃい、おじさまじきかな、自画自賛、気候の戸塚店です、違いますよ、平塚店です。親分すごいな、課金くんは実は戸塚にいるのかな、違いますよ、違いますよ、はい、親分ラストだからってボタン使ってるのは内緒にしておきますね。はい、お願いします。バチの親分、上乗せ特化ゾーンのペカラッシュわらわら、店長ボタンですね、わかります、残り何台とか表示したらどうですか、あ、わかりました、じゃあ書いておきます。木村家お宅です、圧力くんセクハラしてるんですか、違う違うしてないですよ。課金くんおめでとう、ありがとうございます。営業中にゾンビのような店員がコーナーで区切られてるジャグラー打ってたら引くよね、まあまあゾンビのような人がいたら引くよね、一つかにゃ課金使えねえな、最後なのに、ごめん最後じゃないから。残り、4台かな、いや花火はリーチ目でいいんですか、あ、花火はねビタ押しじゃない、やっぱり花火消化するんですか、当然でしょう。わかりました、はい、頑張りましょう、頑張ろう頑張ろう、はい、ミンゴは550度だよ。ピンク555、あ、それ以上言っちゃダメだから、はい、はい、親分は、全10台のうち残り4台で、全ペカ成功でございます、残り4台これでいいかな、いや必死ですよこれ、花火打ちたいんだ、早くたどり着かないと、花火はよ、ほんとだよ、僕も花火が見たいですよ、カキンくん、はい、わかりました、はい、ジャグラーでどの55がいいですか、ランプの話かな、僕ハッピーですね、ハッピー、うん、あのオレンジのランプがいい、ま、豆電球、あー僕はあれがいいですね、あのクラシックジャグラーの電球が、まあ、ハッピーと同じ感じですよね、そう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 、課金使えねえな、あ、これ読んだね、あれゆとり刀はこれ相模原ね、花火はよ、課金頑張れよ最後なんだから、下段のんちゃんって声高らかに言ってね、まあ引き終わんな戸塚じゃこんなにペカらんわな、課金くんカメラにピースしてください、カメラあ、ごめん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 、カメラ俺ずらすの忘れてた、ごめんごめんごめん、あ、もうちょっと仕事してくださいよ。すいませんすいません、ちょっとね今日ね、あのカメラの移動が多すぎてね、ちょっとごめんなさいね、はい、これで OK かな、はい、カキンくんは、今どこにいるの、カキンくんはもう映らないの、映ってます、すいません。カキンくん他の法人にいてもすぐ忘れるから気にしないでね、いやいや、忘れちゃうのか、マイジャグラーの55もいいですよね、と、あー、あー奥のあるやつね、圧力こらーってこれ鈴丸じゃないか本当に。リプレイネタが面白いね、ジャグラーは、リプレイネタ、あ、リスとかね、あー、さ、あ、トラ、トラとかサイとか、ね、ありますよね、あれだって北電子募集してますよね、あーなんかそのネーミングキャンペーンとかやったりしてますね、うん、そういえば、はい、先週の圧力ひどかったのは若い女の子に、ビチャビチャって聞いてるんだよ、親分説教してるんだ、最悪だ、何、ニートままで、違う、そうそうです、あのね、あのですね、相模原の新卒の女の子がいたんで、はい、もうめちゃめちゃ汗かいてるんですとか言ってるから、ビチャビチャなのって言っただけです。下手したら捕まりますからね。本当ね、ごめんなさいね、つい日頃の癖が出てしまうね、やっぱね、課金くんは、磁石ごとしたことありますか、ないですよ、はい、課金くん、より7が揃ったパチスロの方を優先したんでね、あっちゃんは、そうですね、最後に、パチスロ打ったのは CR パロット花月だわ、あったパロットね、だいぶ前だよね、パロットだと、パロットね、うん、あったあった、あれもなんかそこ泣かず飛ばずで消えてったかなっていう感じしますけどね、うん、そうなんですね、皆さんのパチってる、客のあるあるなんですか、パチってる客のあるあるってなんですか、自分は返却してカード取ったけどまた入れ直ししてる人、あー出ないとカード何回もこう入れ直して打ってる人とかいますよね、確かにそれはいる、なんだろうな、売ってる人は、おー、カキンくん来ました、行きましょう、あれですよ、ビッグ確定、当たってまた現金で打つ人、当たってまた現金で打つ人、うん、あー、いるいる、
よくあのお年を召されてる方がね、うん、よくやってるイメージはありますね、確かに。さあ次行きましょうか、ケン君。はい、4代目ですね。4代目です。はい、ジャグラーあるある、ガコビク、ある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 、ガコでビクってするのはねあるね、確かに。はい、もうちょい左か、隣の人のキュインキュインで自分だと思うのよ。ジャグラーあるあるですね。あるね、それもね。はい、パロとその前のパチンコってだ、ダイモン、あ、パチコンって台もあったんですよ。 あったっす、設定ついてるやつね。僕これは打ったことがないですね、パチコン。同じリールのようなやつ、はい、があったんですね、うん、まだあれですよ、はい、花マンバイトだ、はい、設置してる時代ですよ。あー、なるほど。そのなんかすごい連チャンする台みたいなのね、昔ありましたからね。お、やっぱり今日はジャグラーやってるのか。そうなんですよ、こう、うん、今日はね5月5日でしたから、ジャグラーやっております。まあね、明日もハッピーになれるようにね、皆さんが頑張りますんでね。親分が、ハッピージャグラー全10台全ペカに挑戦中でございます。残り4台です。カキン君は体感機ごとしたことありますか？ないですよ。カキン君は、クレマン使ったことありますか？ないですよ。圧力、その女の子のに、俺のうまい棒を食べるってマジで聞いてたんだぞ。これ言ったっけ？俺言ってないよ、多分そんなことはね。なんで多分なんですか？多分言ってない。ほら、あちゃん、カメラカメラ、カキン君にカメラは。そうだね、カキン君ごとで、検挙されたことがあるんですね。なぜ知ってる、やめてください、セクハラが原因で圧力が退職ですね。わかります。BPO のものです。先週の放送について MC の方にお伺いしたことがあります。ジャグラーあるある、ガコビクドヤ、あーあるね。、うん、飲み物を右に置くか左に置くか迷う。あー、これはわかるな。でもその店によってなんかルールみたいなない？幅とかありますもんね、なんかね。そう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 、これはあるな。なんでジャグラーとかにキュインキュインを導入するんですか？それはなんで？なんで？なんででしょうね。これもちょっといまいちゃう。やっぱり当たった時の感動を覚えてほしいから。まあ、みんなで共有できるじゃないですかね。やっぱり北電子さんの販売してるとはじゃない。親分、親分、ブラックジョークすぎますよ、それは。それはジャグナビですね、ジャグナビ。あれ、池澤さんは金曜日ですよ。課金の母です。あんたことしたのかい。学校ってビッグ確定だっけ？確定ではないですね。ジャグラーあるある、名前入りビッグ。まあ、これもあるね。先日やりましたね。大末、明日は6の日だから圧力が飯をおごってくれるぞ。ジャグラーあるある店員さんを呼ぶ。まあ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 ね、これはあるね。視聴者からうまい棒の差し入れもらってた時に俺のうまい棒って言ってましたよ。あー、言ってたんですね、ごめんなさいね。絶望の帰宅、神奈川のキコさんで凱旋でマイナス 120K。 マジか。もう取り返しに来て頑張って。課金くんは、方言の関西弁でペプシー飲みながら打ったことありますか？方言の関西弁でペプシー、あ、じゃあ、変？何？片言だ、ごめん。片言の、関西弁でペプシー飲みながら打ったことありますか？いや、ないですね。ない。はい。お年寄り向けのペカったら7が自動で揃う台を作ってください。あれ、何だの台？そうだよ、はい、あ、思い出した。何ですか？あの、次のカエル。ケロルン。ケロルン。ケロルンは勝手に。そう、はい、D1 目で揃えられなくても、はい、あの、次、揃うんだよ、縦に。じゃあそれは本当に目押しできない人にとってはね、便利な機能ですね。ワンベッドとどうか押したら、勝手に揃います。なるほど。圧力言ってたと、うまい棒のたこ焼き味と僕のうまい棒どっち食べるって言ってた。ごめんなさい。圧力の父です、お前せっくらしたのか。北電子さんが販売してるからか、そうか。ゴト対策じゃね、キュインキュインは。あ、それもありますね。うん、だってね、やっぱり、はい、ジャズ代に合うから北電子さんもいろいろこう考えるわけですね。まあそうですね、はい。キュインキュインなってないのにコインが増えておかしいなって周りの人が分かるようにって話もあるよね。なるほどね。圧力の娘です。パパ本当にセクハラしたの？娘いないんだけどな。120K なんてゴトインゴトインゴトで余裕ですよ。まあ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 、
それぐらいやればね、いけるよね。松尾さん、知らない場所に娘さんいるかもしれない。知らぬ間にね。はい。はい、中村おにぎりですね、セクハラする MC って最低ですよね。圧力、非売発言気にするな。純ちゃんは発言じゃなくて実行してるからな。まあまあ、そうだね。まあ、僕はね、番組を盛り上げるためにいろいろね、言いますからね。皆さん、全部あれですよ。フィクションですからね、これはね、この番組も全てフィクションですからね。ジャグラーって目押しできなくても平気なんだっけ？まあ、全然平気ですよ。平気ですけど、光った時に7が押せれば、そうそう、力は揃えないとボーナスゲームに行かないので、そうですね、はい、はい、だけですね、うん。あっちゃんは実際のところ神対応を超えた仏の対応を、ありがとうございます。そうやっていただけるとね、嬉しい。おお、親分、また違う2台打ちしてる、もう1台の台が、今光りましたね。これね、こっち側の台が、まあ、親分のちょっとねカメラをどうしましょうか。これで、隣の台が、光りました。ハッピーって先びたり多いね。あー、確かに。でもまあハッピー多いっすよ、うん、多いよね。ちょっと若干多いっす。はい、ということで親分残り3台でございます。もう終わり？いやいや、まあ、まだです。残り3台あります。だって最初の台さ、絶対光んないよ。いや、そんなことないです、そんなことないです。だって電球ない。電球あるから電球ついてるから大丈夫です大丈夫ですよ、親分。はい、ピカピカ親分、パパプロだね、おとけ対応自演を、あっちゃんの塩対応もフィクションなんですか？フィクションじゃない、ノンフィクションか。2台打ちってどうやってやってるんですか？スロットってコイン入れないとできないでしょ？親分、腕何本あるんですか？腕いっぱいあります。はい、アシュラマン。あとくのハウス、もう指揮をまたがないでください。あっちゃんもう通帳見せないんですか？もう見せないですよ、もうね、桁が違いますから今ね。ペカった時の裏技、逆押しで右リールだけボーナス狙って、あとは適当に押すと揃う。まあそうですね、うん、右リール図柄1個ずつしかないですからね、うん、なるほど。それは揃えやすいかもしれない。はい、課金くんはあと何台ですか？課金くんはあと何台ですか？あと2台。あと2台で花火に行けますんでね。そうです、はい。だって5台中だよ。それは言わないでください。親分はだって10台中残り3台ですからね。花火含まれば8台ですから、はい、同じぐらいですよ、うん。あつく、私のうんまい棒食べる？お、誰だ？誰だ？俺だ、俺だ。あ、カキンくん1台。隣の台がね、カキンくんも2台回ししてましたから、こちらね、隣の台、ペカっております。揃えて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 。そして打ってる台も来ました。ちょっと待って。はい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 、カキンくんが打ってる台も、これで、ペカったので、これでカキンくんはゴーゴージャグラすべて、ペカりました。やだー、はい、おめでとうございます。はい、これでようやく花火に移動ですね。やったよ、すごいね。1時間経たずに全部。おい、いや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 、これはね、やっぱりいい台なんじゃないですか、これ。いや、いいお店なんですよ。いいお店なんですね。なるほどなるほど。じゃあね、はい、お目当ての花火にね、打ってもらいましょう。もうゆっくり堪能してください。あと1時間ありますから、はい、どっから押せばいいですか、皆さん。もう好きなように打ってください。好きなようでいいんですか？解説しながら打ったりしたら最高ですね。解説しながら打ち方とか。いやいやいや、お二方が喋ってるからちょっとあれですよ、ちょっと暗くしようかな。これ遅れわかんないな。遅れわかんない？わかんないです、多分。わかるよ、遅れ。ちょっとイヤホン片方外します。はい、もうちょい盤面寄るかな。ちょっと待ってね。よいしょ。何問でどうかな。はい、おい、こんなもんでどうでしょうか。 OK かな、 OK かな。はいはい、ということで花火ようやくたどり着きましたね。はい、親分残り3台ですからね、頑張ってください。残り3台、はい、はい、親分3台打ちしてください。無理無理。だって距離がね、だって端と端だもん。そう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 、距離的に無理ですね。はい、すいません。あの怪物くんみたいな腕なのね。伸びる、はい、花火、はいはい、遅れ、てローンって、まあそうですね、時間余ってしまうねと、昨日のカードを出して、遊んだらどうですか。あ、昨日のね、あ、昨日ね、あのタウンライトで
放送したんですけど、罰ゲームカードをね引いてやってたんですけどね、あれは、ね、あれはあのタウンライトに置いてきてしまったのね。はい、あと1時間だよ、親分頑張って。あと1時間もあるんですか。はい、じゃあ1台20分でね。そう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 、行きましょう行きましょう。さすがとつか、あ花火いい音だな、課金おめでとう。親分はプライベートで打つときは、資金の上限は決めてますか。それを超えたらその月は打つの我慢しますか。上限決めますけど、はい、我慢はしないです。あ、我慢は特に しないってことですね。はい、別に何度も思わないので。ああなるほど、はい、懐かしいな、花火かな。親分前代ペカったら圧力のギャラ公開してください。はい。親分右手でレバー叩けばペカるんじゃないですか。右手で、はい、あそうか、隣の台で光ったとか、ね、うん、そうそうそう、たまにホールで2台打ちしてる、やつやめてくれ。まあまあそうだね、営業中はね皆さん やらないようにしてくださいね。そうですね、1人1台でね。はい、スロットってこうやって打つのか、2台同時に打とうやめてください。ダメですよ。はい、親分のパイルドライバー、右押しするとボーナスが分かりやすくなるよね。まあそうですね。あっちゃん通帳見せたことあるの、何のために罰ゲームの、うまん罰ゲームみたいなもんですね。はい、しかもこの平塚店で、はい、なんかだってすげえ持ってるって言うんだもん。持ってるなんて一言も言ってないですよ。僕は、ホールで2台打ちしたらどうなるんですか。出入り禁止になります。まあ、注意されますね。やめてください。はい、親分前代終わったら、稲物語行きましょうか。いやいや行かないな。でもあまねに出るんだよね。あ、出ますね。そうですね、はい、化け物語ね。でもうちに出るんだよね。あ、導入予定があると、はい、いうことですね。はい、それまた2時間当てずにやりますか。あ、いいですね。あまねですよ、うん。一応、秀樹に夢中と、ギガフィーバーもう一回打ちてえな。秀樹に夢中面白かったね、4号機の台ね。戸塚って平塚ですよ。あっちゃんのギャラはこう、公開しなくてもいいんですけど、明日全員にばらまいてください。ばらまくことないよ本当に。僕も、明日は平塚で3台宇宙して課金を怒らせよと。だそうですよ。いやいやいや、怒るとかじゃないですから。え、冷静に、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、お兄さん。でもちょっと、おっ、親分、ガコっていったの、先、光ってないよ。光ってないですけど、これ、押し終わったとこ、あの、ガコガコって言って、じゃあいや、はい、レバオンガコですか。レバオンガコ。あ、いいですね。これちなみに、私がじゃあ、ボタン止めますね。1個押します。はい、光りました。さあ、親分、残り2台でございます。もうカウントダウン入ってますよ、親分。だって最初の台は、何分光んないから。いやいや、だから光りますから。親分、光りますから。最終的には戻ってもらいますからね。はい、当たり前ですよ、そりゃ。だって光んないよ、あれ。光りますよ。ちょっと待ってくださいね。カメラ位置ね、今ね。ちょっと通路がね、あれなんで。はい。でもあの営業中先にラポって言われても渡ってんだよね、はい、まあそうですね。はい、うん、はい、ということで親分、残り2台になりました。いや我ながらすごいね。はい、我ながらパチンコと違ってスロットはすごい。ああ、スロットの引きはもう本当にピカイチですね。親分ほんとすごいですよ。はい、うん、さあ残り2台です。おい、キコーナの進展情報ってありますか。新年情報、はい、タウンライト小田原。ああ、そうですね、4月の上旬、あ、じゃ4月の28日に、グランドオープンいたしました、はい、タウンライト小田原栄町店がね、オープンしましたので、20スロと1パチ、そして5スロと、3レートありますんで、ぜひ お近くの方いらっしゃいましたらね、よろしくお願いします。今後の進展情報とか今のところはまだない感じですね。今のところね、はい、わかんないんですよ。はい、何この番組楽しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、稲物語の呪いだったらあまねじも当たらないと思う。なるほど、かけんくんこの前設定6の台教えてくれてありがとうね。やっぱりバレたか。デカチューって台あったよな。デカチューって台あったんですか親分。ありました、あったような気がするね、うん、あっちゃんいつも通帳持ち歩ってるの主婦みたい。あ、持ち歩ってないです、その時だけ持ってきました。デカチューって羽物じゃない、エース電源のやつ。うん、なんかあったような気がする、うん、ペカったら放置って贅沢だなと。普通できないからね、うん、これもうホールさんの閉店後だから
できるね。そうだってそんなの営業中だったら取られちゃうよ。確かに争いが起きちゃいますからね。はい、はよ静岡に作れ。あ、キコーナをね。あ、なるほど。作りたいですけどね。ちょっと待っててください。まあ、小田原も静岡の隣なんで。まあまあ近いですからね。はい。稲物語、ミドルは王道ドミドルだったのに、アマニュラと急に中央スペックになってるな。あ、なるほど。明日ペカったままですよね。それはどうですか。明日来てみてね、確認してください。本当にね、遊び来てくださいうちに、うん、でもあれですよ、親分この後ね、僕とねこう行きますんで、どっかね。え、なんか音楽、親分何やってるんですか。親分隣の台のベッドボタンを押したら勝手に音楽流れ出したじゃないですか。福岡に作ってくれたら行くよ。もうね、本当に全国に出してほしいです。僕もね心から願っておりますね、全国に。全国行ってくれるんですか。え、僕がですか。ええ、いや自腹ですよ。自腹の意味がよくわからない。もうね、交通費だけで僕マイナスになっちゃいますからね。はい。ゴーゴーランプ落ちてた、時あったよと。でもなんか昔って朝ゴーゴーランプついた時あったな。あ、確かにありましたね。はい。本社に静岡に作れってメールする。あ、ぜひお願いします。そういうのはどんどん本社にねお問い合わせください。そうすると本社の人がしょうがねえな、作ってやるかポイって言って作ってくれるかもしれないね。ポイってポイってそうそう、ポイって作ってくれますから。東京が蒲田店しかないとか信じられない。あ、もっと出してほしいってことかな。うん、僕もできればね東京近郊で作ってほしいですよね。移動時間がねやっぱりね早いですからね。あ、これ無視するスタイルですか、僕たちもね。三連ドンちゃん、はよ。親分、今日終わったら何食べに行きますか。あ、今日ね、何食べようか。いや、今日はやっぱりお酒を飲みたい気分じゃないですか、親分。日本酒。あ、日本酒行っちゃいますか、今日ね。いや、日本酒飲むと日本人に生まれてよかったねって。もうじゃあね、この後、我々は飲みに行きますのでね、皆さん明日勝手にジャグラー頑張ってぶん回してくださいね。はい。この調子で回してもらえば。この調子で皆さん回してもらえれば、もうペカペカペカってしますからね。はい。東京、静岡、名古屋という、く、うん、く、空白、空にしろって何、空白か、空白地域。ああ、そっか、大阪あってってことか。スターバックスもとうとう全部埋まっちゃっただろうね。あ、そうなんですか。その流れでですね、あ、池袋とかに作ってほしい。池袋激戦ですね。激戦区ですよあそこは。はい。なんかね、池袋は、ただでさえ地元の人たちがいっぱいいるような。そうですよね。3人とも明日はお休みですか。いや、明日は朝からいます。はい、パキン君は。パキン君は遅番でおります。なるほど。僕は明日キコーナー横須賀店から放送ありますんでね。もう全員仕事ですね。明日も全員悠長に飲んでる場合じゃないですよね。明日もしっかり働きますんでね。いや、あっちゃんの一番遅いから。あ、もう僕はお店にね、だいたい夜に行けばいいんでね、ゆっくり飲めますけどね。羨ましいですよ。あ、会計を後の人って言って出てきました。勝手に帰るのやめてくださいよ。パパの写真ツイッターに上げてください。あ、わかりました。じゃあこう上げときます。仮に、今の状態のままで店開けたら規制に引っかかるよね。今のままは開けないですよ。このゴーゴーランプは全部最後バーンって7揃えて終わりますからね。はい。7じゃないかもしれない。あ、バーかもしれませんけどね。はい。ワインを飲むとどうなるの、親分。ワイン飲むと、はい、いや、たしなむよ。で、いや、なんともならないですよ。ほろ酔いです。あ、ほろ酔い。はい。親分さえないか。ジャグラの寝台楽しいよね。ゴーゴージャグラですか。ジャグラまた寝台出るんじゃないですか。あ、マイジャグ3ですか、次。そうですね。はい、次マイジャグ3ですね。今の池袋なら気候なダントツで行けそうだけどねと。お、お、ありがたいですね。ありがたいですね、そうやって言っていただけるのね。親分、明日っていうかあと数時間後に仕事なのに、これ終わったらお酒飲みに行くんですか。そうらしいですよ。確かに、そうらしい。しょうがないですね。これは僕が平塚での放送をしているがゆえのね、強制連行ですか。罰ゲームですよ。強制連行みたいなもんですからね、これはね。いや、これやっぱりね、端と端の台はランプね、壊れてる。あ、両端の台なかなか光らないと。でもあと45分ありますから、親分なんとか光らせてくださいね。はい。
花火に台打ちって大変ですね。大変です。はい、池袋ならR 店ぐらいかな今。R ね、R いいですよね。埼玉作って、みんなお酒強いんですか。いや弱いです。たしなむ程度ですよね、親分。我々は。いやいや、自分はあの人並み程度にしか飲めないので。あ、人並み程度、なるほど。あの飲む相手の量に合わせますから。あ、もうそれこそ強い人しかできないですからね。あ、それがお世話になりましたなの、強制連行。そうそう。アツロコは大阪遊びにおいで、行きたいです。大阪行きたいですよ。いいね。あー取り越した。あー、それは氷オアボーナスかな、どっちかな。いや氷ですね。はい、たしなむ程度イコール集合。なんだ、あーチェリー。はい、ガキンコ、ほらそろそろボーナス。ガキンコ花火。そうですね、花火の音楽がねちょっと聞きたいよ。やっぱゴールデンウィークだしね。ゴールデンウィークだしね、うん、ゴールデンウィークだし、意味がよくわからないですけどとりあえずなんとかしたいですよ。そう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 。まあね、明日は5月6日ですけれどもね。おい、圧力、親分が暇してるだろ、ボタン押せよ。いやいやいや、まだ時間たっぷりありますから、ちょっとのんびり行きましょう。ねえ。はよ、静岡に、あ、大手、静岡の大手さん以外のホールを作ってくれと。まあね、あそこ強いですからね、Kさんね。Kさん強いですからね。まあまあまあ。Kさん？はい。M さん、ああ M さんもありますけど、まあ K さんですね。まあ、あの神奈川にもある K さんですね。はい。まあイニシャルトークとかね、ちょっと楽しいですよね、やっぱね。そろそろ、ランプ交換してください。いやー本当ですよ、切れてますよ。はい。ああ Z ね、あ、これはあの中部地方に多いですよね。Z ね。ああ、そうですね。はい。ヘリ持ってる。なんか最近なんか。そう、なんかあの車かなんか展示したりとかしてるみたいですか。だってもともと GT の、うん、ありますよね。そうですね、なんかそういうのあったりしますからね、うん、お、チェリーだ。さあ、タンチェリー、あー、お、氷。あと静岡さんは A さんが多いから、あー、 A さんも確かに多いですね。はい、イニシャルトークもっとしよう。あ、ちょっとカメラの調子おかしいですね。ちょっと待ってくださいね。イニシャルトーク頭パンないないといけないだろ。ちょっと待ってください。あ、ちょっとカキンくんの台でね待っててください。はい、ちょっとどっちかの、すいません、はい、当たっちゃってます。お、当たってる。横の台が当たりました。隣じゃダメだよ。自分の台でやって。なかなか、うん、どっちなんだこれ。やっぱり端の台はダメだな。いやいや、そんなことないですよ、親分。赤棚ですね。はい、アプリに、あ、バトラー君っていつ遊びに来るんですか。あ、バトラー君ね、もうちょっとしたら、うん、ああもうちょっとしたら、そうですね。あ、 K は、いや、遠隔とかってね、本当にね、皆さんあるあるっておっしゃるんですけど、僕は個人的には本当にないと思ってるので、今はね、今の時代は、うん、遠隔してますって言ってお客様いっぱい入んだったらみんなするんでしょうね。確かに、確かにしますけれども、ね、でもそういうお店に誰も行かないから多分やんないでしょう、ね、そうですね。なんでこっちの台は当たらないんだ。いやメダルだ、するなとなる。まあね、あのボーナス消化してないんでね。はい、ジャグはご途中です。違いますよ、違います、違います。ちょっとカメラの調子が悪いんでね、すいません。ハッピーは高設定だとチェリー 15% ぐらいあるはずなんだけどね。おお、そうですね。本当ですか。うん、その割には目押ししてないからか。そうですね。課金くんピースして。いや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 、ドアップですよ、ドアップ。K グループの H 店の Y さん起きてますか。何、キコーナーの H 店。H 店じゃない、 H 店。あ、親分じゃないですか。ほう、親分のことだこれ。なるほど、 K グループの H 店の Y さんね。なるほどなるほど。あ、じゃあ今日は寒いよね、半袖にオーバーオールだけじゃないでしょう。いや、半袖だけですよ、半分半袖。もう暑いですね、僕は。
脱いじゃいましたね、服脱いじゃいましたね、今も脱いでますからね、はい、下半身、いや下半身じゃない下半身じゃない、はい、全然あの T シャツ着てますから大丈夫ですよ。いやなんかお腹空いてきましたね。お腹が空いてきたお腹が空いてきた。いやいやいや、まあね、もう深夜2時に近づいてますからね、だんだんね、いい時間ですからね、はい、課金くんカットインは見れる、男梅はやばい、あ、テリキチね、若いね、あっちゃん、遠隔が摘発されたのニュースになったからな、遠隔はないな、うん、あっちゃんが下半身裸になっても大したものついてないでしょ確かにご存知で、遠隔とかバレたら営業停止どころじゃなくなるから、そんなことやらんやろ。そうなんですよね、そうですよ、それこそそれ、ねえ1日休んだだけでも大変ですからね、本当にパチンコ屋さんはね。あ、そうですね、うん、あっちゃんついてたの？ついてますよ大丈夫ですよ、まだついてますよ、はい、うん、いや、つかないよ。いやいや、親分は早く光らせてください。どうします、佐々木さん一応当たったんですけど。当たった？はい、課金くん？どっち、はい、どっち？あ、ちょっと待ってください。あ、いいよ、いいよ。あ、え、何の狙ったの？バケです。あ、バケね、バケ、いいよいいよ、バケ消化しよう、バケ消化しよう。いや、いい音ですね、やっぱりね、うん、やっぱ花火ね、うん、あ、いけないでした。あ、また花火。ちょっとカメラの調子が悪いので少々お待ちくださいね。じゃあ2人で、大丈夫大丈夫、どうせ光んないから、ちょっと待っててくださいね。知ったら、え、とりあえず当たっビッグ当たってる方打っていいですかね。ビッグ当たってる方が打ちたいの？いや、やっぱビタ押し、ああしたいのね。ああ、じゃあいいよ、ね、じゃあちょっと待って、カメラを移動するからちょっと待ってね。はい、よし、これで残り1台ですね。はい、私、だからビンゴの555台あるってんの、わからないな、もう、はい、1日あっても終わんです、はい、おお、ちょっと待って、お親分が、今キュンキュンって音聞こえたと思いますけれども、これで9台目、完了しましたが、ちょっとね、今カメラ調節してるんでね、はい、ラスト1台、いっちゃってください。はい、最初の台はだからね、はい、親分もう花火打って赤ゲングじゃあそれビッグ紹介してください。はい、はい、最初の台はよいしょ、ランプだ、切れてる。さあ、一応ですね、うん、はい、素晴らしい目ではい、ご用意しておりました。そうですね、いやでも2時間もただ2時間ぐらいで10台光るってさ、結構ですよ、10ペカですよ、おかしいな親分ビチャビチャですかちょっと面白い、昔花火の音携帯の着信音にしてたなあ、わかるわかる、その気持ちあ、これ映った。はい、ということで親分ね、これ9台目、完了しましたんでね、はい、でこれでまたカメラ位置移動したいと思います。よし、はい、さあ親分が最初に、苦戦して、一度も、光らずにランプが壊れていると、ずっと言っていた、ハッピージャグラー、因縁の台に、台移動したいと思います。後回しにした台、はい、温めたんですよね。いや、これ、ね、これ終わっちゃうよ多分2時間その台だけで残り時間が全部、なんか化け物語と同じような匂いするもん。かき込め、ランプ切れのジャグに、出戻りということで、はい、おー、ということで親分10台全ペカ成功、おめでとうございます。明日もハッピー、いやー明日もこれでねハッピーですよ。なんだ、いやーやりましたね親分、意外に早い。じゃあ視聴者の皆さん、今日はここまでで、いやここまでここまでここまでとか、まあ今終わるとね親分の飲める時間が1時間伸びるんですよ、
まあ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 、いややったー。はい、ということでせっかくなんで、端っこからこれ、ね、10台、ペカってるのをね見ていきましょうか。ね、遠回りして。じゃあみんなみんなレギュラーでいい？いやレギュラーじゃダメですね。おい、ビキボナーズ。おい。さあ2台目。ビッグじゃないんじゃないの？おいビッグ。2台目。さあ3台目。はい、ビッグー。すごいな。いやー、なにこのお店、いいお店だね。このお店相当いい店ですね。はい、4台目いきましょう。あー、4台目はレギュラーボーナス。レギュラーですね。はい、はい、5台目あれリプレイ。あーレギュラー、レギュラー2回続きましたね、親分。いや、いい台は、まあ、レギュラー多いですからね。ビッグレギュラー、はい、いい具合ですから。お、来ました、ビッグボーナス。おー、はい、はい、6、2、4、6、7台目。はい、はい、おめでとうございます、ビッグボーナスです。はい、8台目いきましょう。ビッグばっかりだ。そうですね。はい、おめでとうございます。8台目ビッグ。さあ9台目、あーちょっと斜めてるの。はい、あれ、さあどうですか、9台目は。7狙います。 7？ はい、あーレギュラーですねこちら。はい、まあですね、ハッピー7狙いたくなりますもんね。はい、なんか強気。はい、レギュラーボーナス。いきなり7揃えようよ。ちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいね、こうカメラね。もうちょっと、はい、ちゃんと仕事してください。すいませんすいません。はい、はい、じゃあラストいきましょう。あー、これもレギュラーボーナス。はい、ということで、5-5 もやります。え、5-5も行きますか。3台ありますから。5-5も行きますか。ちょっと待ってくださいね、カメラの移動があるんでね。はい、ゴーゴージャグラーはですね、ちなみに、カード台からビッグボーナス、そして、2台目もビッグボーナス、そして3台目、いきます。親分どうぞ。だってビッグじゃないんじゃない。さあどうですか。おー、ビッグボーナス来ました、まあ、はい、4台目私ですからやったの、はい、全部ビッグですよ。あれ、はい、レギュラー。そしてラスト。あら、はい、リプレイですかね。はい、あー、レギュラーボーナスということで、これ見えますか、もうバーっとこう全部、島のねジャグラーが光っておりますよ。じゃあここでもう1台増やしていいですか、はい、もう1台増やす、何をですか。あえ、レギュラー、おお、ビッグ、おかけんくんビッグですね。はい、ちょっと待ってください。はい、ちょっとコメントね、ごめんなさいね、読めなくてね。はい、はい、ビッグです、おめでとうございます。綺麗だね、すげえ、圧巻やな、爽快です。いやー、こんなに早く達成できると思わなかったんですけど。そうですね、30分余っちゃいましたね、ちょっと放送時間がね。あつおさん罰ゲームなの。じゃあ罰ゲームの意味がよくわからないですけどね。まあじゃあかけんくん、それビッグちょっと紹介してビタ押しとかやってください。あー、わかりました。はい、まあ、花火難しい。多分ビッグやりますか。まあ、まどうしますか。5-5打ち方。あ、花火の打ち方講座やりますか。じゃあちょっとやりますか。あ、じゃあ親分はちょっと休憩してもらって花火の打ち方講座を今からやりたいと思いますので、はい、課金くん、もうちょっと待ってくださいね。もうちょっと待つ、ちょっとお休みしておきます。はい。あ、そういえばユニバーサルさんのスロット、あのパチンコの、はい、ゴッド、はい、あれならいいみたいよ。あ、なんか出来がいいと。うん、トンナリステップスペックで。おお、なるほど。ドンちゃんピース、スーパーミキのネオ残ってるで、あと30分どうする。親分休憩会、かけるコメント、ビンゴやってよ、ブラックネタお願いします、ランプ壊れてなかった、親分ビンゴ555残ってますぜ。そんなのそんなの、楽勝だよ、楽勝。お、行きますか親分。いや無理無理。お、でもビンゴやってほしいっていうコメント来てますね。はい、かけくん、じゃあビンゴを解説しながらよろしくお願いします。はい、花火ですね。はい、7揃いとドンちゃん揃いで、まあビッグボーナスと、はい、ということになっております。はい、で、ビッグ中ですね、どのゲームでも構わないんですけれども、はい、赤7、はい、これを、まあ、中段
はい、私は枠上ぐらいにビタ押しをして1回だけ14枚役を取ると、はい、そうするとカーマン獲得枚数がアップします。なるほど、1回だけでいいんですね。そうですね、はいはい、でこれ何回もチャレンジできるんで1回外したからといって、はい、ああもうダメだって消化せず、はい、何度もチャレンジしてもらえれば。なるほど、はい、なるほど、はい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 、ではこれで真ん中止まるんで、はい、でまあ設定推測要素的なものになりますと、はい、これ全部氷を狙うと。ほう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 、え、逆押しでいいじゃなくて、あのこのビタ押しのゲームでも、はい、あの斜めベル、はい、揃ってる時があるんで、なるほどなるほど、それも含めて、はいはい、数にサンプルとして入れたいときは、はい、まあ、全部氷を狙うと。ほう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 、氷揃うと、はい、まあ、逆押しの斜めベルと同じ扱いになると、はい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 、いうことになると思います。なるほどね、またやったらどうなるの。またやると枚数が、まあ、枚数がずれてしまうと。 できると思うんですけど、ええ、あえてやる必要はないんですけど、まあ、ないかなと。あえてやりますか。目押しの練習したらいい。はい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 、うん、ホールでは1回だけで大丈夫ですよ。なるほどね、はい、楽しいな、ありがとうございます、はい、花火難しい。そうですか、かきくんの解説が悪いんだな。あっと、神奈川に多いピーテン、高級感ばっかりで全然出てない。高級感より出してほしいな。あ、まあ、そういう思いはねあるでしょうね、やっぱ自分がね通ってるお店とかのねあれだとね、はい、あ、メダルないの。メダルがですねなくなりました。出しすぎなんじゃない。足りるかな、これ。よいしょ、出したメダルをそのまま突っ込んでやりますよ。はい、よいしょ。親分順調にビンゴをやっておりますから、ね、はい、親分ねビンゴで555あげたらもう今日神様になれますから。そうです、マジ、はいはい、でもだってお店で打ったって、はい、111社出したことないまあなかなかフォアファイしないですからね。まあまあ確かにね。まあさっき言った、はい、7のビタを防ぐために今逆から押してるんですね。なるほど、そうすれば必ず15枚役取れるので、はい、でこの時に出る斜め出る、はい、これに、まあ、出現率に設定差がある。これですね。なるほど、まあ、一番上で、まあ、7から8分の1とかみたいですけど、はい、だその辺を、設定を攻略したい方にはそうです、ね、数えていただけるとそうです、ね、設定も見えてくるんじゃないかなと。花火4段階設定ですからね、はい、まあ、分かりやすいんじゃないかなと。はい、そうですね、親分の音がする、親分普段どこで打ってるんですか。ねそれは言えないです。ああ、それはちょっとそれはちょっと言えないみたいですよ、はい、ちょっとね、花火面白いな、やっぱり花火面白いよね。はい、もうね、ひとしま今日はカメラがね、移動しまくるからねほんと今日はね、もう汗かくぐらい動いてるよ。はい、お酒がうまいんじゃないですか。え、お酒が美味しくなるんじゃないですか。まあ、お酒が美味しくなるね、今日はね、はい、で、まあ、ビッグ消化し終わったら、はい、RT の花火チャレンジはい入るわけでございますよ。はい、あちゃん、昼間と、両方お疲れ様です、ちなみに焼き鳥美味しかったですか。あ、美味しかったです、ありがとうございます。今日はね、はい、あ、それで外すわけですね。そうですね、親分早く555上げてくださいね。はい、はい、まああと30分ありますから。はい、あちゃんお疲れ様、あ、ありがとうございます。まあまあ残り30分になってきたので、まあそろそろね、まあまあエンディングも近づいてまいりましたので。そうですな、まあね、おしまいおしまいじゃないですおしまいじゃないですけど、まあ親分ね、ちょっと今回ちょっとあるんじゃないですか、視聴者さんにね。そうですね、ええ、まあ、ちょっと花火うるさいんで花火終わったりしますか。あ、そうですねはい、まあ、花火もね結構 A タイプの割にはノーマルタイプの割には結構なんか一撃性が、そうですね、やっぱ RT がついてるんですね。あ、
をするの？ごくり。昼間何かあったんですか？あ、僕仕事昼間も今日あったんですよ。はい。親分なんかなんかどうですか？か？親分聞こえてますか？聞こえてるよ。はい。今555出すのに必死なんだ。何何焼き鳥食べる仕事したんです。いや違いますね。はい。まあ、お昼のね営業中のホールさんからね違うお店さんでちょっと元仕事してたんでね。はい。やっぱりなんかあるんだ。なんかあるんですかね。もう終わりますか？あと10ゲームですね。はい。もう少々。それかまあ、うん、ボーナス当たれば。そうですね。音楽止まるんで。はい。今来た。何いきなり発表とか。いやざわざわしてますね。大事みたいですよもう。ざわ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 みたいな。親分、課金君は今日限りですみたいなね。はい。そんなに僕を辞めさせたいわけですね。もういや泣いちゃうよ。本当に。あっちゃんの就寝時間を教えてください。私だいたいお昼前に 寝ますね。まあだいたいそれぐらい寝て夕方起きる感じですかね。大体真逆ですね。まああの普通の社会人の方とはもう本当真逆の生活してますね。はい。ざわざわ圧力、堀の中で今までの、あ、檻か塀か塀の中で今までの、行い反省資料、はい、あやちゃんお仕事あるならツイッター上げてください。あ、わかりました、すいません。はい、ということでね、まあ、かけくんも打ってていいよ。あ、そうですか。はい、親分なんかあるんじゃないですか、視聴者の皆さんに。あ、なんか来週からはい復活するんですよ。復活、何がですか？あの、誰だっけ。何がですか？え、なんか復活するんですか？誰だっけ？ゴラムですね。あ、そう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 。あ、なるほど。忘れてた。まあ次回次回の放送はですね、今日が、5日なので19日になるんですかね。そうですね。はい。次回の放送19日になるんですけど。うん、その時の放送からなんと親分はもう出なくなってしまうと。そうですね、うん、多分、いうことなんですよね。多分多分多分もう出ないんですね。はい、多分もう親分は平塚での放送には、出ないかなと。はい、皆さんごきげんよう。はい、ということで皆さんお世話になりましたということでね、まあ、ニコ生始めて親分 1年ですね。そうですね、ちょうどはい、1年ぐらいなんですけれども ね、1年前だってドラムやってたんで。そうですね、もう返してあげようと思ってドラムの時代に放送返してあげようと、はい、うん、どうして、なんでなんで夜が辛いの夜辛いんですよ。圧力込みでいけます。いやだって、だってさ、パチンコ当たんないんだもんまあ放送でね、なかなかいいとこ見せれませんでしたけれども、これはどうしてなんですかね。閉店とかそういうあれですか？いや全然閉店閉店閉店じゃあ最後に一発お願いします。555見たいね。でもお店は辞めないんですよね。お店は辞めますけど会社は辞めません。あ、なんとお店はまあ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 平塚にはいないかもしれないですけれども、まあ木コーナーにはねいらっしゃるということですね。はい、そうですね。はい、どこかでお会いする可能性はありますけどね。あのビッグマンシール持ち歩くんで大丈夫。あった時にはね、ぜひビッグマンシールくださいって言ってください。まあまあ、なかなかバレないだろうな。閉店めっちゃ笑えた。幹部になるんですか？平塚の店長じゃなくなるってことですか？あー、そ、まあまあ。まあ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 。お察しで。まあまあまあ、お察しでね。関東にはいるんですか？いやいやいや。いやそれがですね、まあまあ日本にはいます。まあ日本にはいますまあだいぶアバウトですけどね、スケールが違うですね、やっぱり。あ、まあどうですか、1年間こうニコ生やってみた感想というか。いやパチンコ当たんないねまあね、あの生放送の場合はもう2時間が全てですから、そこでもうね、いいところも悪いところも見せてってなると、なかなか厳しいところはありますよね。ありますね。はい、親分今までありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。次の勤務先はどちらになるんですか？ちょっとね、まだね、あれですけれどもね。そうですね。はい、課金くんは昇進するんですか？
僕の標準は、まあ、できたらいいね、そうですね、できたらいいですね、できたらいいですね、はい、キコーナの本部ってどこにあるんですか。本部、本社大阪ですね。はい、親分来週から戸塚出れますね。いや出ませんな。山ちゃん、あんちゃん、親分みたいなね、うん、もう親分はっきり言ってくださいよってコメント来てますけど、この辺はね、そうですね、まあちょっと堂々と揃えるの今、まあ、夢中になってますけどね、はい。いつまで平塚にいらっしゃるんですか。あ、来週ぐらいです。来週ぐらい、まあ、来週放送ないんで、はい、残念なんです。残念ながらもう今週が最後と、はい、いうことになってしまうんですよね。すいません、寂しくなるな。そうですね、本当ですよ。いや寂しくなりますね。オクラホモじゃなくてよかったですねと。オクラホモ店じゃなくてよかったですね。はい、関西来るの。関西で会えるんですか親分。あ、おそうですね、ということで関西にお住まいの方いらっしゃいましたら、もしかしたらあなたの町に行くかもしれませんので、その時にはね、なんかの CM みたいな。切れた親分の対応好きでした。これラップ切れてるよ。今日は連呼してましたからね。預けみたいにちょこちょこ出てよってことなんですけどね。ああなるほどね。うん、まあ関東のは出れないですね。そうですね、ちょっとやっぱ距離がありますからね。親分、俺はもう眠いんだよ。アズケンと同じようなポジションなのかな。アズケンは清掃員ですからちょっと違いますかね。親分自分はあの自転車整備だとね。だいぶなんかパチンコと方向性ずれてきてますけど大丈夫ですか。はい、親分と鈴丸の平塚放送から気候な見始めたのに、ありがとうございます。本当ね、まあ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 、やっぱりね、春はね、出会いと別れの季節ですからね。お、いいと言いますね。いやいや、僕これでも MC ですからね。僕これでも一応お仕事でやってるんでね。まあ、厚六さんは出会いしかないですけどね。まあまあ、確かにね。はい。まあまあ、次のね、心霊地でもきっとね、頑張ってくれると思いますんでね、親分ね。そうですね。はい。まあまあ。ニコ生やってんすかね。どうでしょう。ちょっとそれ言っちゃうとね、ヒントになってきちゃうかもしれないんでね。ここであえて伏せておきます。はい。今週の木曜に、戸塚に来てよ、親分。木曜日、はい、あ、木曜日寿司食うんすよ親分。来ませんか。木曜日ってあさってです。だから7、7、あ、7の夜寄れるよ。あ、寄ってください。あら、1時過ぎ。あ、じゃあ待ってます、寿司食ってるんで。じゃあ寿司を食べ、あ、でもわさびすごそうだから。いや、わさびとか全然普通です。大当たりしたら、うん、食べれるよっていう寿司なんで。じゃあ親分は出て普通に会食しに来てください。じゃあ食べるだけでしょ。食べるだけで。お、ということで親分あさっても出てくれるということで、ありがとうございます、ね、あ、ね、嬉しい、ね、嬉しい。あれでしょ、忘れちゃうんだよね多分ね。ちょっと山ちゃんに言っといてくださいね。俺行くからねっつって、忘れて寿司食べに家に帰っちゃうんだよ。お、皆さんね、それが本当に多分親分の最後になってしまうと思いますので、ね、ぜひ、ご視聴の方よろしくお願いしますね。はい、近くの気候難に来るなら行くわ。おお、どこだ。ちなみに 何店が近いんですかね。トスカーニャ、気候難のどこのお店にも出ないで、内勤の人になるんですか。あー、内勤ね、うん、内勤になってたらいいけどね。まあそれはね、まあまあわかんないですけどね。まあでも伊勢崎にも親分いるから、それで我慢しようかな。そうしてください。高橋親分がね、いますからね。本社へておめでとうございます。関西の火曜日に変わるんですか。いや、そういうわけではないですね。はい、火曜日は大当店ですからね。親分、余生を壇蜜とお幸せにご分をということでね。 ありがとうございます。壇蜜ね、いいですよね。気候難のイメージキャラクターも壇蜜さんに変わりましたからね。そうですね。はい、木曜は明日だよ。まあまあまあ、そうですけどね。お、俺も、最初の気候難師匠は平塚でした。お、ありがとうございます。多いですね、平塚はね、うん、やった。関西行ったら罰ゲーム大変だよ。俺当たりそうだよ。また親分、もうね、なんかね、怪しい動きが始まって、いやいや、もう終わっちゃいましたよ、抽選。いやいや、あと100ゲームでチャンスです、うん、約束だよ、戸塚。ああ、戸塚来てくださいってことですね。はい、あさって、うん、はい、そうです、あさってです。絶対忘れそうだな。いやいや、覚えておいてください。課金くんも、いや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 ね、
あれ？いやいや、発表あるんですか？いやいやって。何がいないですか？かけくんも発表あるんですか？いや、僕は特にないです。特になく、平塚店にね、今後も引き続きいますから、永住しますんで、気軽に横呼びいただければと思います。はい、なんか寂しいなぁと、まあね、こうお別れというのはですね、どうしても寂しいものありますけれども、まあ同じ気候難の中にいますんでね、大丈夫ですよ、皆さん。あれ、はい、そうですよ、うん、放送は返すだけですから。放送返す、なんだっけ、あ、ゴラムに、ゴラム、あ、そうですね、あさって出たで、親分。そうですね、うん、なんだよ親分、木曜出るならさっきの涙返せよ。いや、それだって打ち合わせなしで勝手に話はすんの。あ、そうですね、はい、待ってるからね親分。関西来るなら機関坊店長がいたところでお待ちしております。あー、茨城サイトかな。あー、なるほどね。信頼情報は誰に聞けばいいんだよと。ああ、教えてくれる人がいなくなっちゃいますね、これでね。そうっすね。あー、課金くん今までありがとうね。あのいますから。ああ、まだまだいるね。まあちょっと次回は出ないんですけどね、多分。ああ、本当ですか。次回またね、新キャラクターが登場しますから。また新たなゴラムとともに新たな感じでまたね、平塚店の放送も変わっていくと思いますんでね、はい、皆さん今後もね、よろしくお願いします。ゴラムさんも店長返り咲きだったらめでたいことだよね。そうですね、そうだったらいいですけどね。そうなれるかどうか分かんないからね。菅野美穂みたいに第一子妊娠とかないんですか。あ、うん、いいネタですね。親分、最後に課金くんの秘密を教えてください。課金くんの秘密、はい、アパペラで歌おうよと歌ってる。なるほど。ニコ生でも歌ってますよ。まあまあ歌ってますね。親分、これでもう平塚で重大発表しなくて済むぜ。ほ、ゲス顔。ゲス顔ね、うん。俺もキコちゃんみは、初見は平塚でした。親分のクソ大認定好きでした。いやーね、よく言ってましたからね、当たんないとね、ブブ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 ね。いやー、ダメだな。一般のお客様の気持ちだね、よくわかる。あー、それは本当にね、良かったんじゃないですか親分。いやー、打ってみて実際に気持ちをわかるっていうのはやっぱりね、うん、本当に、うん、まあやっぱでも2時間で当てるのってなかなか難しいですよね。いや本当ですよ、2時間であの、うん、ジャグラー10台もベタ出せるの大変なの。でも今日は見事にね、成功ということでね。本当ですよ、後さんの罰ゲームですよ。よくわかんないですね。親分も鈴丸も出なくなっちゃって寂しいな。まあ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 、まあでも今後ね、まあ鈴丸もいますし、カキングもいますし、出るんじゃない、まあゴラムもいますし、まあその辺でね、まあうまくやっていけたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、カキングまた会う日まで笑う。あの、はい、ゴラムまたカップラーメン食べちゃうんじゃないか。うん、いやー、ありえますね。ありえますよ。ただね、うちカップラーメン置いてないですよ。うん、だからね、あ、大丈夫、ジュース飲んじゃうかもしれない。カップラーメンよりすごいことするんじゃないかと。うんうん、じゃあこれだけ教えてください。親分、これから給料増えるんですか。いやー、全く変わらないですね。はい、変わらない。はい、圧力今までありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。親分、あ、これなんだね。親分、それはアカペラじゃなくて鼻歌って言うんだよ。あ、なるほど。うん、あ、圧力さんな。鈴丸もオクラホンも行ったんですか。鈴丸いますよ。親分の名言は引き分け。あー、あー、言ってた。あったね、引き分け。いやだって本当引き分けのよ。言ってましたね。今日が最後なら化け物やってほしかったな。いや、もういいから、もうお腹いっぱいだ。俺も親分、鈴丸、アゼックス時代だったな。化け物の配信よかったなと。おー、嬉しいですね。はい、まあね、1年間やってますからね、いろいろ思い出に残る名場面というか、そうです、ね、結構面白い時はありましたよね。ありました、立て続きに YouTube アップできなかったり。ありましたね、そんなこともありましたね。ありましたね。そっからタップ中になりましたね。そうですね、まあいろいろありましたからね。今までの一番のクソ台って何ですか。いや、そりゃ化け物だ。まあね、1年経っても変わらず、聞くなよっていう、ね、いや、だってですよ、ライトミドルで2時間当たらないって。そうですね、そんな配信もありましたね。親分名言集、これは引き分けだな。緑はクソとかの、発言の、後継者は誰になるんでしょうかね。まあね、これはね、
そもそもメーカーさんと、ええ、ちゃんとお話できないとフォロー、アフターフォローがね、できない方じゃないとね、ね、うん、危ないですから、ぼや文明で2パーね、今日が最後ならゼロやってまた、ぼやきまくってほしかったゼロやったね、いや、ゼロも全然ダメだったな、ね、ゼロはダメでしたね、親分、鈴丸のツーショットを最後に出してください。ツーショットはちょっと鈴丸のもうね、耐えちゃったよ、うん、ツイッターにあげれますか。まあまああげれたらね、かきくんがあげてくれれば、はい、うちのお店のツイッターの方でも、ああ、あげてください。あげれれば、平塚店のね、ツイッターもそうです、あるんでね、キコの平塚店でフォローしてます。あまり更新されてないです、ね、まあ確かに、ね、あの、はい、僕しかいじってないんですけど、親分の名言、イナ、あー、これもあった、イナありましたね、イナもあったね、いや、イナよく出たよ、あの時はあれよく出ますね、うん、鈴丸その人戸塚にいたっけ、違いますよ、アゼックスはいなくなったんですか。アゼックスはね、あの、小田原に行ってます、うん、そうです、今はタウンライト小田原栄町店なんで、各週月曜日に放送してますんでね、そこにアゼックスまた出てくれるかもしれませんもんね、内心あっちゃんがどこかに A 店とかじゃなくてよかったです。いや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 、僕 A 店じゃなくて広角ですからね、一緒したらね実際バケはクソだったからなと、まあね、クソって言うとメーカーの圧力で移動になります、アゼックス親分過去に、うう、過去にね、言ってる人がどんどん移動していくっていうね、確かに、カキン君のことは忘れないからね、ありがとうございます、うん、引き続きいますから、はい、いますから、うん、パパになってくれてありがとうと、もうね、いつもね、コメントありがとうございますね、本当に本当ですよ、うん、貴重ですよ、いい出目ですよ、これ入った入りました、綺麗ですよ、これ皆さんこの良さが分かりますかね、うん、分かるよ分かるよさあ、じゃあそれボーナス紹介しましょうか、どうしようかな、3連ドン狙いますか、ね、はい、これ1枚掛けで3連ドンするんでしたっけ、中押しとかはどう、中押し、うん、中左で早いね、ビタ気味じゃないとダメ、そもそも違います、あ、そもそも違う、親分今日はオールで、明日仕事頑張ってくださいね、はい、はい、鈴丸転勤の時には1回ニコ生だ出てほしいわ、あ、転勤が決まった暁にはね、あ、分からないよ課金さん、親分引っ越しはいつか決まってるんですか。あ、一応決まってますけど、はい、あの、まだアルバイト知らないのに、うん、ニコ生の放送ださじに発表するそういえばそうですねなるほど、はい、あの、うちのスタッフ多分見てる人いるんで、あ、何のこっちゃっていう、まあまあまあ、ね、明日になればね、そうそう、圧力やめるとなると、リアルキコちゃん視聴継続の危機だな、おにぎり見たくないわ、そんなこと言わないでくださいよ、3M とか懐かしいな、懐かしい、マジでもう無理、マジでもう無理、いや言ってたね鈴丸が、やっぱり引っ越すのか関西だなと、なるほど、親分の刑事の似顔絵忘れません、戸塚でやってた、いや、あれはだってすごく、ね、寝てた、あの、似てたよ、いや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 、そんな似てなかったですよ親分、圧力以外の力は見る気になれない、そんなこと言わないでください、いっぱいいますから、うちにもね、親分もう時間ないですよ、ダメだったら罰ゲームお願いします、だってそもそも33にもならないのに、ああ、分かんない、まだ当たってないですもんね、ちょっとゲームしてた間に話が分からない、親分いなくなるんですか、そうなんですよね、関西にいらっしゃるんですね、とおーおーって感じですね、お兄さんの神々が聞きたくない、最近ちょっと直ってきましたよ、ちょっとだけね、はい、宮古晴美さんも普通のおばさんになりますって、歌手辞めましたけど2年後くらいに復活しましたが、親分もまた復活するんじゃないですか、そうですね、うん、まあまあ、また戻ってくる可能性とかは全然、ありますからね、そうですね、おい木下俺たちの親分を返すまあまあ、この辺はね、会社のいろいろな、ね、あれがありますからね、やっぱり親分が活躍できるね、ステージがね、全国に用意されてるわけですからね、そうですよ、はい、あのサラリーマンですから、まあ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 言ってもそうですよね、はい、関西のどこなんですか、これはちょっとね、
あれですけれども、はい、まだ言えませんけれども、いやまた戻ってくるときには夜中にはもっと弱くなってる年齢になってると思う確かに、ね、あの大丈夫、最初の30分しか出ないですあパパと遊園地に行きたかったな。あそういえばバーベキューしようって言ったのにね。いやーやりたかったですよ。じゃあやる日決めるんで、あの戻ってきてくださいね、わざわざそのためだけに、私も東京から大阪に転勤しました。親分お待ちしております。はい、先に行かれたのね。あですね、はい、転勤願い、出していたんですか。いや出してないですよ、うん、最後に爆弾発言よろしくお願いします。爆弾発言ね、うん、何なんですかね。まあ、特にないんじゃないですか。親分だってなんだかんだ言っちゃうから、言っちゃうから全てが爆弾ですからね言うなれば今までもね、うん、親分の お面はもう見れないんですかねと。まあ、その辺はね、あったね、なんかこんだけ店長新しい方増えたのに、集結やんないですね。そうですね、なかなかやっぱり今ちょっと自分のお店でバタバタしてるんじゃないですか皆さんも ね、 そうですね、お忙しいですね。はい、あっちゃんの本名はそれはちょっと言えないですね。親分エリマネなんだから関西のいろんな店舗で出演できるんじゃないですかすごい場所でついに来ましたね。おこの辺はちょっと鋭いコメントだということですね、なるほど、今まで誰も触れなかったのに。なるほど、放送ないところだったら親分の圧力で開始してくださいお、次どこのメーカー潰れますか親分。あそれねちょっとねちょっとマイクでは言えない。あ言えないですね、はい、親分肝臓 と、血糖値には気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、これだと当たるって、近いですか、近いですか。だってもう回転数だ、はい結構いけます。これちょっと当てて終わっとかないと、当てて終わりましょう、はい、じゃないと明日の朝から、大フィーバーになっちゃう、はい、親分のまっすぐな性格が、関西に適応するかな。なるほど、店長集結スペシャル面白かったな、ありがとうございます。だからあの時もジャズはすぐ揃ったんで。そうですよね。あ潰れそうなメーカーイニシャルで言ってください。いやいや言えない言えないお親分ちょっと煽ってますね。はい、いやだから当たるんだって。あもう近いってことですね。あとあと550だっけ。いや444。次が555ですね、うん、あ、555ですよ、うん、お、555? まさか、これまさか555で当たるという。そうか、ナンバーランプの間違いだった。はい、親分、最後に抱き合わせで、買わせるメーカーに本音を言ってください。いや、ちゃんと発売してよ。ちゃんと言ったら出してくれよ。いや、だってね、ケツパッチンですからね、今ね。まあ、そうですね、はい。お、チャンスって言ってましたよ。あもう一回続けば、うん、親分の力で霞店から放送お願いします。辰巳霞店、まあ、パルコ店長がね、いるお店。4番目。あ、これ熱いですね。あら、うん、5回目な、ならないよ。はい、軽落かな。親分と、年齢はおいくつなんですか。あー、やっと年が終わりましたぐらいですね。はい、パパの本音トークが大好きです。はい、いつも本音なんで。はいといったところでね、もう時間の方もマジで迫ってきましたけれども、親分やばい、これこのまま終わったら明日本当に朝大変なことになって。労働はあと30回転ぐらい、うん、はい、まあいいか、まあいいんじゃないですか、やっぱね、明日の朝の人のために、ね、明日朝からね、回してくださいビンゴね。まあいいか、うん、最後に当ててくれ親分。でもだってゴールデンウィーク最終日だからね。あ、そうですね、大番号だけ言って終わりましょう親分。20層のビンゴはこれじゃないの。あ、20層には1台しかないってことね。いや、はい、2台あんだけど1台ね、扉壊れちゃった、はい、そうですね、親分おにぎりも連れて行ってください。いや無理ですよ。いらないと、お疲れ様親分さん、体には気をつけてくださいね。そうですね、うん、ありがとうございます。暗黒放送平塚に来たぞ放送、どういうことだ、いらっしゃい、はいここは暗黒放送じゃございません。はい、そうですよ、はい、あ、本当はもう2時だ。2時ですよ親分。あとね、うん、あと10ゲームぐらい。あと10ゲーム、
もう本当に555で揃うの？いやそりゃね、そりゃもうあれですよ、いや揃いますよ、や無理っぽいよ、だってだって落ちちゃったもん、えステージで落ちちゃった、えだってあれじゃないですか、天井は999ですよ、うん、ゾロ目ゲームスがビンゴは、うん、あれですか、あすごいですね、ジャグラー、これをやっぱ改めて言うと圧巻ですよ、っていうか、うん、これどうするの、ジャグラー当てっぱなしにしといて、えこれ消化しますよこの後消化しますよ、全部マジで、いや当たり前じゃないですか、このままが回転できないですからね、そうっすよ、うん、明日じゃあ朝からジャグレン狙いですね、ああいいですね、朝からジャグレン狙いできますよ、朝からね、明日、うん、はい、お、ぼちぼち、あ騒がしいな、うん、あ、ちゃんと戻った、お、お、お、あ、ちょっと待ってください、親分が騒がしい、555到達しましたね、お、近いですか親分、うん、とは当たるね、当たるなんかジャズラーが光るような気がするもん、本当ですか、あ感覚的には同じ感覚なんです ね、うん、おっていうかビンゴってさ、こうやってさ、はい、煽るだけ煽ってさ、ええ、知らない間におとなしくなってるの、ね、まあまあまあそうですねはい、おもうちょっと、もう2回ぐらいあるのかな、うん、おあ、お、これで、あ、行くか、あこれダメっぽいですね、なしこちゃんですね、あ明日の朝ビンゴとジャグラ狙いで並べます、待ってますよ、はい、はい、明日来てください、お休みですわ、はい、もう一日ジャグラ楽しんでください、もういいやこれで、はい、おしまい、はい、それならあっちゃんもついでに連れててください、はいおにぎりに、一言最後親分くださいと、あちゃんと漢字読めるようになるそれは僕も言えますけどね、そうですね、はい、ああ当たる当たる、マジですか当たる当たる詐欺やめてくださいよ親分554だってなんだプッシュ押したもん、お、なんかエース入ってますよ、5連すれば、うん、5回、あイントロ、パパの年齢うちの姉ちゃんと同じくらいかな、43か50、おお。さあ続くかな、最後当てて、あー続かなかったかも、え何これ、レバーレバーですね、チャンス、あーちょっと弱いですね、まあ、これはチャンスゾーンですかね、はい、暗黒放送で平塚のリスナーが平塚は治安悪いって言ってたから、カキン君ボディーガードになってください、いいですよ、大阪で親分と飲みに行きたいです、あいいね、赤 赤いこれ本当に熱い、暑いの、うん、チャンスゾーンで行くんじゃないですか、全長弱い、今ググってみたら役所終わったって61歳ですか替えの準備あっちゃん、最後当てて、親分対ビンゴ引き分けだなあー、いたいたいた、あな、じゃあザ・セグいけましたね、じゃこれでここでビンゴ図から揃えて当てちゃいましょう、親分自力解除ゾーンですよ、期待度 30% 前後ですか、だって連チャンでナビしてもらわないとダメなんでしょ、いや、そんなことないですよ、まあ、連続でビンゴ揃いすれば、はい、あ確率がね、はい、上がっていく、いです、ね、はい、ビンゴは空気を読んでくれるはずだと、本当に、うん、いや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 、うん、お黄色、あーおお、おチャンス、お来るか、お、あ当たりましたね、当たりました、さあ来ました親分、おめでとうございます、ありがとうございます、ボじゃないよ、ボじゃないけどビンゴは空気を読んでくれましたね、さすがですよ、いやいやいや親分この台はどうですか、いや楽しいね、楽しいビンゴは楽しい、よかった、よかった、最後におめでとう、さあこれで555上がった、上がったらウケるよやばいこれ555上がったら神回だよ、神回です完全に、どうでしょうねこれ、うん、33持ってます、ま、5 5 5で変われまって親分の夢です、あんたそんなところで遊んでないで、荷物片付けなさいよおい圧力の帰る時間どんどん引っ張ってやろうっていやいや、まあ、どうせ帰れませんからね、まあ、どうせ帰れないから全然しか動いてないから、うん、さあ親分は 4% のふわふわを引けるんでしょうか、最後に、そしてさらに継続させることが、うん、さあ来ました親分、何7を、ね、押し順通りに押して揃えてください、ダブル
ダブル見えないよ。あさあ上がるでしょうか、どうでしょうか。ははあ、終わっちゃった。あまあでも当てたということでね。そうですね。はい、親分お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、おしまいでーす。はい、お疲れ様です。じゃあこちらでまた。いや疲れたら、ていうかこの当たりっぱなしのタイプあったりもうどうすんのよ。はい。ああもう。よし。いい加減だなみんな。はい。はいはい。はい、ちょっと待ってください。はいはい。やばい、今日延長放送になっちゃった。ちょっとだけね、はい、もうちょいか。あ、ジャズの差しまだ余ってんだね。余ってますね。みんな見て戻されるんですよ、ね、うん、結構。はい、続きはトツカでやろう。カキン君ってニコ生見るの？僕に見ますよ、はい、結構。俺見ない。ホッパーエラー起きたからカキン君呼んだらメダル3枚ぶん投げられた。ああ俺は555って見え、俺には555って見えますと。さっきのビンゴがね、あ、あいいこと言ってくれますね。ありがとうございます。うん、お疲れ様です。自分も555に見えました。お疲れ様です。ありがとうございます。優しい人ですね。視聴者の人たちだ。はい。カキン君の見てるニコ生も教えてください。マイクラ、あとはちょっとあんまり放送上言えない人。はい。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあね、最後告知の方行きましょう。はい。はい、じゃあまず直近のものからですね。はい、はい、こちら街道、はい、雑誌の出ちゃう、はい、主催のものが、まあ、週末に、はい、ございますので、はい、週末、はい、今日、まあ、今日も出ちゃうだったのね。そうですね。あ、今日もね、出ちゃうさんのね主題が入ってましたね。はい、はいはい、5月ですかね。これは今度土曜日だ。はい、土曜日、うん、はい、あの、ね、移り込み気をつけてもらいたい。ああ、街道の主題がありますんで、はい、土曜日、もしね来れる方いらっしゃいましたら遊び来てください。はい、そして、はい、あ、こちら抽選時間がですね、はい、はい、8時40分、はい、こちら、正面商店街側の入り口前で行いますので、はい、はい、ぜひともお待ちください。お願いします。はい、お願いします。はい、はい、そしてこちら、はい、急遽持ってきました。はい、寝台入れ替えですね。寝台入れ替えでございます。はい、まあ、先ほども放送中言ったんですけれども、はい、こちら、地獄少女、うん、そして、アグネスのオウム3ですね、はい、そして、ゴーライガン、うん、宇宙世界アマト、はい、でバスロゴッドイター、はい、ゴッドイターね。こちら、1円にもいっぱい入るんですよ。あ、そうですね、1円にもいろいろバラエティーみたいな、はい、刑事増大1円にガド増大、はい、ウルトラバトル列伝増大、はい、なんとゼロゼロ。ゼロ。ゼロ早いですね。ゼロ早いですね。ゼロだって当たんねえんだもん。まあでもね、はい、1と 0.5 でしたら。はい。まあ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 、まあ、そう、まあ、まあ、遊べますから。許せますね。はい、遊べますので、ぜひともご来店の方ね、よろしくお願いいたします。まだね、でもね、よく爆発してますよ。はい、ああ、爆発して出てるということですね。はい、なかなか壺にね、入れると大変、うん。まあまあまあ、それはね、そうですよ。マップスさね。はい。わからないから、私も午後に見えたかと思います。パパはいつまでもパパだからね。はい、あ、そうな、バタボンのパパみたいな。カキングがこう、出ちゃうの出版社の社長がね、と、あ、なんかありました。ね、ありましたね。行きたいけど遠いなと。いやいやいや、遠くてもね、わざわざ来た甲斐あったよって言ってもらえるように頑張りますからね。そうですよ。はい、うん、ぜひ、貴重な平塚でね、遊びに来てください。そして親分もう、まあ一応木曜日にね出てくれる予定にはなっておりますけれども、まあ一応平塚での放送これで、はい、はい、最後と、はい、いうことで、なんか一言もらってもよろしいですか。はい、皆さんごきげんよう。変わらないな。軽いですね今日も。ごきげんようと、ね、まあ本当に1年間ねありがとうございましたと。いや、ありがとうございました。はい、こちらこそね、はい、あの、はい、非常に楽しくやらせていただきます。はい、はい、はい、もう全部嘘のトープですね。まあまあそうですね、全部、フィクションでございますね。そうですね。はい、あまり、本気に捉えずにですね、はい、楽しく、楽しい雑談番組をねやってますのでね、はい、キコナチャンネルね、これからもよろしくお願いいたします。親分どこに行くんですかって、これはちょっとまだ言えないですね。あ、そうですね、木曜日寿司だ美味しければね、プチダ滑っちゃうと思う。そうですね、はい、あっちゃん次第ってことですかね。明日っていうか、あ、じゃあ明日っていうか、あ、今日の夜でしょ。今日はあの相模原じゃない、横須賀なんで、横須賀戸塚ですね、戸塚店の放送ですね、はい、ごきげんよう、親分らしいですねと。なるほどなるほど、はいはい、じゃあ平塚行っても親分に会えないんですか。あ、まだ会えますよ。まだ会える、う
来週ぐらいまで。来週ぐらいまで。はい、お疲れ様でした。課金店長、誕生。これはちょっとないかな。また会いましょうね、親分。はい。私も楽しく見れたよ。ありがとう。はい、親分ありがとうございました。親分お疲れ様でした。大阪でお待ちしております。はい。お疲れ様でした。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。はい。多いですね。信濃町店に移動ですか。豪華な寿司を用意しとけよと。あ、山ちゃんね。はい、じゃあ、目標の夜で金曜日に入ってる時間帯に、2コーナー、気候の関東を見れば親分がいるんですが、あ、山ちゃんの放送にいますんでね、ぜひ来てください。高橋店長と親分相撲してください。はい、ということでね、はい、本日も、長々とやってまいりましたけれども、本日の放送はね、この辺で、お別れしたいと思います。はい。次回の放送は、2週間後の、5月の19日を予定しておりますので、はい、次回の放送もぜひ見てください。見てください。はい、はい、ということで、今週の放送はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。ゴーゴー。